あすいませんどうもいつまで VTR 見せんねんって思いました <laughs> あのそういう苦情が全国で数々出ておりますまあ本当に長いなと思ったかもしれないんですけれども実際に選挙が終わってから9月からずっと全国回ってでまた、えー、中国四国、えー、年内回れなくて2020年こうやってまた来てって私たちもっと長いですから。 <laughs> その長さを感じていただくために見ていただけ見て見て見ていただいてるわけではないんですけれども、あの一体どういうこと考えて,て、どういうことやってきてんのかってことをですね、えー、18分間の中にあの縮めて見ていただいたということです、えー、今日はこのたくさんの方に来ていただいて本当にありがとうございます。れいわ新選組代表の山本太郎です。よろしくお願いします。 でえー、今日なんですけれども何をやっていくのかってことですけどあのご覧いただいたような形要は皆さんから直接山本に何かしらか、えー、質問であったり苦言提言などを直接投げていただくそれに対して山本がお答えを返していくということをこの場でもやってまいりたいと思いますただし高々山本太郎ですので皆さんからのご質問に100%を 鮮やかにに答えるってことは不可能に近いですなので、えー、もし私が知らないこと、えー、よく分かってないこと勉強してないことなどなどありましたら皆さんの中でご存知の方がいらっしゃったらぜひ山本に知恵をつけてくださいそのような形で進めてまいりたいと思います皆さんからここでいただいたご意見やご質問などが先々令和新選組の、えー 政策につながっていく可能性もございますので、えー、政治に興味あるとか、ないとか、一切関係ございません。カラオケを歌うような気分でマイクを握っていただければというふうに思います。で、皆様にマイクをお渡しする前に、えー、今日はマスコミの方は来てらっしゃいますか来てらっしゃる。はい、えー。先にですね、マスコミの方々、えー、質問していただいて、 働き方改革みたいな話もありますから、これ、終わるまでマスコミの皆さんの質問を受け付けませんとてことになったら、これ、終わりがずいぶん遅くなっちゃいますので、先に質問していただいて、で、お家に帰っていただくというようなことを、<laughs> お家に帰るかどうかは知りませんけれども、そのような、えー、一つ配慮をしてまいりたいと思います、それでは、えー、とマスコミの方、えー、手を挙げて、何かご発言がある方はですねで、えー、所属などを言っていただければということなんですけれども、なければ、えー、そのまま進みたいと思いますが、大丈夫ですか。 あ、いらっしゃいましたね。マスコミの方ですか。あ、ありがとうございます。今マイクをフォローします。そ、その場で結構ですよ。ま、前に近づいてこなくても、はい。あ、ここじゃないと照明が当たらない。わかりました。あ、すいません。朝日新聞の大野と申します。あの二点伺わせてください。あのまず一点目が次期衆院選なんですが、まあ、あの来月にも百人規模で候補者を擁立を発表されるかもかと思うんですが。 香川県内の選挙区での候補者擁立も今動いてらっしゃるんでしょうか。で、えー、次もう一点なんですが、今あのネットを中心に全国で話題にもなっている香川県議会のゲーム条例なんですが、まああの時間制限を設けるということで批判が相次いでるんですが、山本代表としてはこの条例についてのご意見ありますでしょうか。以上です。ありがとうございます。えっと。 私たち令和新選組は、えー、次にある衆議院選挙。そこでどう戦うかってことを、えー、もう発表してます。二つ戦い方あるって言ってます。一つは、自分たちで独自にやります。で、二つ目は、野党と一緒に共闘します。で、野党と共闘する場合には条件があります。消費税を5%に減税するということをメインの旗に立てられれば、 野党共闘で一生懸命頑張りますただしそれが立たないならば私たちは自分たちで勝手にやりますというこの2つですで、えー、勝手にやる場合には候補者を最大で100人立てていきたいということを言っていますあれ出るかなあれでわかんの <laughs> すごいですね でこれ何かと申しますと、えー、衆議院選挙、えー、小選挙区すごく小さな選挙区とあと大きな選挙区比例ですねで参議院と違うのは何かっつったら比例は11のブロックに分かれるってことですでその11のブロックで分けた中でそれぞれのブロックの中でどれぐらい小選挙区で人を擁立したいと考えているかってことなんですね 100人から131人という、えー、ちょっと100人って言ってたのに131人になってるのはなぜですかってことなんですけれどもおそらく調整他党との調整などをしてて100人に収まるためにはおそらく130ぐらい、えー、立てるという姿勢を持ってなきゃだめだろうということですで四国はってことですね四国ブロック四国のブロック徳島愛媛香川高知という中で最大で3人ほど立てられたらいいよね っていう考え方ですでその中に、えー、香川から出すのかというお話なんですけどそれは分かりませんで、えー、と1月中に出したい、えー、と思っているのはその100人どこで立てますかというような話なんですけれども100人の選挙区を一気に発表するわけじゃないですあくまでも参議院選挙昨年の夏にやった参議院選挙の結果その投票を投、えー、得票数を え全国でえそれぞれ当てはめていった場合に投票率、得票率の高かった場所はどこなんだろうかっていうベスト100です。その100を発表したからといって機械的に100人そこに立てますという話ではないです。あくまでもえ参議院選挙、令和新選組の得票から見た場合に衆議院に当てはめたらベスト100はこういう感じになりますよねっていうことを1月の終わりぐらいを目処に1回出すと。 まあ多分そこでえ話をよく聞いてない人たちは怒ると思うんですね。こんなとこに立てるのいや、立てる、立てないじゃなくて、参議院選挙の令和新選組の得票を衆議院に機械的に当てはめた場合には、ベスト100はこうなりますよねっていうものを一度お見せするということだけの話です。はい、で香川県で最終的に立てるかどうかは、一番えーハードルの高い問題がクリアできるかどうか、それは何かというとお金です。はい、えー 小選挙区と比例、これ、重複立候補で1人600万円かかって、で、100人立てるとなったら6億円、で、選挙資金とかもぎりぎり考えて、おそらく20億円ぐらいかかるだろうということですね、20億。20億集まれば当然、四国にも2人から3人立てられるだろうという話なんですね。なのでどれぐらい お金が集まるかということで、何人の候補者を出せるかということが決まる。これ、参議院でやってたことと同じです。なので、えー、すっきりとね、あのー、答えられればいいんですけどね、もちろん立てますよ、香川でって、おっきめに書いてくださいよ、朝日さんとか言えればいいんですけど、そういう状況にないってことですね。<laughs> いくら集まったっていうことの逆算でしか、それが導き出せないということです。はい。えー、あもう一個あったな。あ、ゲーム条例。えー、っと、そうやな。まあ、もちろんその、あのー、 まあそのゲームっていうものに対して非常に依存性が高いというかギャンブル依存症と同じような症状,症状脳の症状が見られるというような研究もあるっていう話ですから当然一部規制は必要だろうとでもその規制ということに関して行政がどれぐらいの時間をスマホ使うのかというような規制を設けるべきではないという話なんですね私はそう思います中学生とかで9時とか高校生で10時とか余計なお世話だって話なんですね、えー そういういい話ではない規制すべきはそのゲームの方だとゲームの内容であると、えー、どんどんはまっていくようなシステムで作られていったり課金していきながらとかっていうようなことに関して依存性を高めるような社交性を高めるような作りをされているところに規制を設けるべきであって行政がそのような時間を規制するということは少し、えー、なんだろうなうん。 そこまで踏み込んでいい話じゃないってことだと思いますね。あの問題として、えー、改善されていくべき先っていうのがやはりそちらの方であろうと私の言って方の話であろうというふうに思います。すみません。ありがとうございます。他ございますかマスコミの方いらっしゃいますか。あじゃあそちらの方えー、っとねそちらの非常口近く手挙げといてくださいマイク渡す方がわかるように。 すいません地元の四国新聞の木山と申します。えー、と先ほどの、えー、と野党共闘の話に関連してなんですが先日、国民民主と立民の合流が、まあ、現在の段階ではうまくいかなかったというところなんですけれどもそこに関して山本代表のお考えを聞かせていただけたらと思います。あありがとうございます先ほど、あのー 衆議院は小選挙区制だっていう話になりましたけれども、全国に290箇所近く小選挙区っていうのができるんですよね、でえー、そこはもう一人しか勝てません、一議席しかありませんってことですね、じゃあそこで勝っていくにはどうしたらいいかって言ったら、極力選択肢を少なくするっていうのが、えー、と成功法だと思います、そういった意味で、野党が塊になっていくっていうのは、戦い方として正しいと。 で一方で、その合流がうまくいかなかったことに関しては、まあ、私は、えーまあ、はっきり言っちゃえばよその会社の話なのでよくわからないとしか言いようがないですね、ただ、えっとまあ、国会が始まる前までの、えー、交渉で、それがうまくいかなかったということなので、今後、何かしら動きがあるかもしれません、ただ、民主党の復活ですということを、国民のどれぐらいが喜ぶだろうかということを考えると、塊になりゃいいというだけの話ではないと。 多くの人々があ野党が政権取ったらそんなに変わるんですかということをやはり示していく必要があるだろうとそういった意味で誰しもが当事者として感じられる問題っていうことを考えると私は消費税なんだろうと朝起きてからあ皆さんに聞きますねじゃあ朝起きてから今日今日この会場に来るまでの間にコンビニとかレストランとか ガソリンスタンドとか、そういったところで一回、今日朝起きてからここ来るまでの間に、一回でも消費税払われた方ってどれぐらいいらっしゃいますか、あもう90%超えてますね、これなんですよ、こういうことなんですよ、えー、もちろん公文書の問題であったりとかっていうのは、民主主義の根幹を、えー、本当に崩してしまうような話なので、大問題なんですけれども、えー、あと、例えばですね、えー、なんだろうな、これまで、 えー、国会で数々の衝突した法案ありますよね、与野党の法案、ああいうものを見てみたとしても、あれ出るかな、ごめん、それ、これまでの法案、まあ、本当に安倍政権が誕生してから数百本という法案が通ってきたんですけれども、その中でも結構、えー、与野党対決みたいな感じで、マスコミも、えー、結構大きく取り上げたようなもの、2013年ぐらいの時には特定秘密保護法であったりとか、まあえー、権力側が不都合なことに。 ベールをかけられれるるる可能性があるって言われるようなもんですねで国家戦略特区、これはお友達に対して商売やりやすいようにいろんな規制をなくしていくっていう,ようなもんですねで。他にも法人税の引き下げだったり派遣法の解約あと安保法、刑訴法の改正、解約 TPP、手指法廃止テロ等準備罪いわゆる共謀罪。 PFI 法の改正、もうイギリスではオもうオアコンとして扱われているものですね、水道法とかと関係するもの、要は公共で、公共を使って民間を設けさせるようなものですね、他にも働き方改革という名の過労死促進法案ですよね、あと、えー、カジノ法、水道法、漁業法、入管法、もうほとんどこの国の試験を売り渡すというか。 もう民あの何だろうな、もう新自由主義、えー、政策プラス、えー、人々の権利を抑制されていくような未来につながりかねないようなものなんですけれども、えー、っとこ,れだけあこれだけ数々のものがあったとしても、その間に4回選挙あっても、1回もひっくり返せてないんですよ、野党側は。安保法、これはもう憲法をか、なんだろうな、憲法を飛び越えて立法されたもので、先々はこれ、 アメリカの2軍として、アメリカの世界戦略に日本の自衛隊が、えー、なんだろうな付き合わなきゃいけなくなる可能性があると、そればかりか、日本の中でも徴兵制みたいなものにもつながるかもしれないよって言われたとしても、聞く人は、へえ、そうなんだ、心配だね、だけど自分ごととしては捉えられませんよ、はっきり言って。だって昔、戦争があったときに、日本国内で戦、あのあこれが戦争かってことをみんなが気づいたのは、もう戦争終わる後半戦。 戦争の後半戦で、日本の国中で空襲が始まってからだって言いますよね。そう考えると、やはり自分ごととして捉えられるような問題をメインテーマに設定して、で、政権交代を狙っていくっていうのが、私、やり方としては一番正しいんじゃないかな。消費税10%ですよね、今。野党が政権交代したらね、消費税5%になりますから。っていう話って、私はパワーアワードだと思ってるんですね。 中小零細個人事業主っていうのは本当に首が締まってる状態でこういったパワーワードを使いながら政権交代をみんなやったま塊になって目指していくっていう方が私はただ単に民主党復活しましたっていうだけじゃあのそうですかで終わると思うんですね。現に50%の有権者はもうすでに離れてますから投票行ってませんからこの事態をやはり打破していくためにはそれぐらいのパンチ力が必要なんだというふうに思ってます。 合流についてどう思うかってことですけれども、衆議院選挙を考えるならば、えー、野党が塊になっていくっていうのは、えー、成功法であると、で国会前までに、えー、それがかな、えー、わなかったが、ここから先、まだ時間が少しあるでしょうから、その中でやはり塊になっていきながらひっくり返す、ひっくり,かあのひっくり返すことをやはりあの目標として、まずは目標としてで、そこで魅力的な旗を立てていくってことが必要であろうというふうに思いますありがとうございます。 他ございますかマスコミの方、もう大丈夫ですか、よろしいでしょうか、すいません、すいませんどどどちらからすいませんの声が、あそちらから、えー、すいませんあ RSK 専用放送の森脇と申します、えー、まあ 今回全国を回られているということなんですけれども、都市部と比べて、そのもうここ香川を含めて。地方の熱反応っていうのは、どういうふうに感じられているでしょうか。ありがとうございます。選挙前、選挙中、選挙後。っていうふうに分けるとするならば、選挙後の方が確実に熱を帯びていると思います。選挙前。これはやはり、選挙前、選挙中っていうのは、あのテレビメディアはほぼ取り上げませんでしたので。 私たちの存在すら知らないっていう人たちがたくさんいらっしゃいます。で、選挙後もまだ未だにえっとご存知ない方もいらっしゃいます。なので、まずは私たちという存在がいます。ということをお知らせするためにも全国回る必要があるしで、何より皆さんの今の状況っていうか。あのを私たちが聞きながら。どういったものが必要なのか、この国にはってことをやっぱり再確認するためにも非常に必要な活動であると。 一番熱を帯びている時期はいつですかつっ,ったら今ですっていうお答えですよろしいですか他にありますか大丈夫ですかあ、大丈夫ですか他ありますかマスコミの方大丈夫はいわかりましたではお待たせいたしました、えー、皆さんにマイクを戻す時間がやってまいりました、えー、っと先ほど冒頭でお伝えした通り皆さんから直接ご質問を頂戴しますただし山本です 答えられないこと多々ありますその際には皆さんから知恵をください知恵をつけてくださいというような形で進めてまいりたいと思います、えー、始める前にまず皆さんにお聞きしたいのが、えー、今日この場にいらした理由ですね、えー、そんなに興味があったわけじゃないんだけれども自分の友達が家族が知り合いが強引に来いっていうからなんとなく来たんだって方どれぐらいいらっしゃいます これれ非常に重要なんですすどれくらいらいいいっしゃいます勇気を持って手を挙げてください、どういうことですかって話にはなりませんから、ありがとうございますこの会場の中で8人ぐらいの方がいらっしゃいました、ありがとうございます、えー、来ていただいてありがとうございます、つながるきっかけになるかもしれません、チャンスをいただいてありがとうございます、でえっと今日ここにいらっしゃっている方々の中で、政治ってよく分かってないんだよねって方はどれぐらいいらっしゃいますか。 そうですか大好物です <laughs> おそらく4割から5割ぐらいの方手を挙げたかもしれません今ありがとうございますあの今日この場でですね皆さんとやり取りを進めていく中でもちろん私が気をつけなければいけない部分でもありそしてできればえー 発言をしてててくだださる方ににも心に留めいいただきたきことがあってそれは何かというと政治ってよく分かんないんだけれどもっていうような参加者の方に対してもあそういうことだったのかっていうふうに理解できるような場になればよりこれから先んだろうなえー県内でのいろんな集まりであったりとかつながっていくっていう作業の中でより深めていくきっかけになるんじゃないかなというふうに思います。というわけでえ極力 平たく平たくみんなで喋っていこうという会を進めていければいいなというふうに思ってます。で、えー、ご発言いただく方には手を挙げていただきます。で、えーまあ、私がじゃあどうぞって形で当てていくんですけれども、そこで一つだけルールがあります。何かというと、60秒。60秒ルール。 そんな時間制限なんてって思われる方いらっしゃるかもしれないんですけれども時間制限を設けないばっかりにいつまでもマイク握られ続けるっていう状態が全国で散見されました <laughs> もう全国の「のど自慢」が集まったん違うかみたいな <laughs> え続いて第2章ですみたいな話に入るんじゃないかなみたいな <laughs> 話ですね、えー、なのでこれを少し解消するために1分の間にえ質問まで言っていただきたい。 けれどもその中でもあその話もうちょっと説明してもらっていいですかというような場面では時間を延長いたします、えー、そういうケース以外で、えー、1分以内一分以内で、えー、質問の趣旨まで質問まで行きつけるような、えー、構成にしていただければ助かります、えー、ちなみにその1分間の間でいろんな話に飛んでいき質問が、ま、何が質問なのかということが見えない場合にはその質問は流します すみません。<laughs> すみませんねあ。これはしょうがないですね。ごめん、これ何が,何が質問なのかわからないけど、まあ、そうですか、すっきりしましたか、1分間、いかがだったでしょうか、っていうようなことであの、次の方に質問の機会をお譲りするということでやってまいりたいと思います。すみません、えー。勝手なルールを設けましたが、そのような形で進めてまいります。というわけで、どなたかございますか。ありがとうございます。じゃあ、えー、っと、 後ろの方の方方席でで今手を挙げてる方ですもう一回手を上げてください、そのままマイク到達するまであ、ありがとうございます。1分以内、3点お願いします、れいわ新選組の国家ビジョンはどういう国家か、2つ目、自由民主党が2012年、18年に出した憲法改正草案の憲法21条、言論の自由はなくなる日本。 これについてどう判断されるか、つまり憲法改悪に賛成か反対か、3つ目、えー、こちらのリーフレットに書かれている公務員を増やす、官民格差、国税庁の調査によれば、公務員の給与は平均所得約600万超えてます、民間の所得は平均400万円、この200万円の官民格差について、山本さんはどうお考えになるか、高松市内の高石と申ししますよろしくお願いします。 <laughs> ありがとうございます、大人の余裕ですね、発言、3つ質問してるのに16秒も余ってるっていうね、お手本のようなご質問でした、ありがとうございます、ではお答えさせていただきたいと思います、まあえっと、どのような社会を作りたいか、どのような国づくりをしていきたいかということが、まず最初のご質問だったと思います、えー、私は死にたくなるような、死にたくなるような世の中を生きてたくなるような世の中に変えたいってことです。 今少なくとも多くの方々が自分が生きてていいかどうかってことさえも自分の中で強く生きてていいって思える状況にないです、多くの方々の声を聞いてても厳しい状況であろうと、えー、そういった中でおそらく死にたくなる、消えたくなるっていう状況の根幹には何があるか、いろんな問題はあるでしょうけど、私はおそらく経済的な不安定っていうものも大きくそこには作用してくるんだろうと。 国民生活基礎調査を出してもらっていいですか、あくまでも簡単に。まあ、先日のニュースで、1年間の自殺者が2万人切りましたみたいなこと言われてましたけど、それって喜ばしいことなのかってことなんですよ、2万人近い方々が自分で自分の命を落とさなきゃいけないような追い詰められ方をしている社会ってことですね。 で50万人以上の方々が自殺未遂をするような国っていうのは、これはもう壊れてるんじゃないか、私はそう思います、その根底にあ、ありがとうございます、根底にあるのは何かって考えると、経済的不安定っていうものもかなり大きく私は作用しているんじゃないかと、現在、これ見ていただいているのは、厚生労働省の調べ、国民生活基礎調査、生活が苦しいと答えた方々、全世帯の57.7%、母子世帯においては8割を超える状況。 えー、ごめん、荒れてるかな、えー、日銀、いつも出してるものなんですけれども、えー、私が国会で結構これを聞き続けてたら、えー、毎年の調査だったんですけれども、その調査の設問、変えられちゃったんです、設問が変えられると何になるかって言ったら、えー、ずっと、な、え、ん、ー、だろうな、毎年やってる調査を、な、え、ん、ー、だろうな、えー、連続して比較できなくなっちゃうんです、そういう手法で向こう側が来た。変、えー、変えられる前説問が変えらられれるる前前問がの 調査ってことです何か一人暮らししている人の貯蓄ゼロの割合ってことですでこの調査の中では、えー、銀行口座にお金が残ってるよでも月末にはなくなっちゃうんだけどねっていう人も含まれてるってことです20歳代で61%が貯蓄ゼロ30歳代 40.4%40 40歳代 45.9%50 歳代43%もうちょっと将来恐ろしい状態だなと思います 少子化なんの当たり前やん、一人生きるだけで精一杯なのにってことですね。で、この世代もみんな高齢化する、高齢化したときにどうしますかって話ですけれども、国、面倒見ませんよね。今でさえごめんね、2、3000万ぐらいちょっとみんな用意しといてくれる自分のお金運用しながらよろしくねって金融庁から言われるぐらいなんですよ。で、それで問題になったら、それを受け取らないみたいなことを国が言い始めたりとか、今でさえそんな状況なのに、この世代が、 将来、高齢者を迎えたときにどうなるかって言ったら、もうのたれ死ぬしかないですよ。だってそれ以外道ありますこのまま推移すればそうなる。操作するわけにいかないってことです。夢持てるかって無理ですよ。だって半年後、1年後の自分なんて分かんないんだからってことですね。非正規で働きながらいつ切られるか分かんないしっていうような状況の中で生きてるっていうような人たちも多数いらっしゃるでしょうと。自分が本当に生きてていいのか、自分は価値ある人間とは思えない、消えてしまいたいって。 多くののの方々が思うのも当然のこととだろうとこの状況、将来に夢も持てないような社会に暮らしてて、生きてるのも嫌で消えてしまいたくなるような、絶望の中で暮らされているような人たちが底上げされるっていうような社会じゃなきゃ、私は政治がある、値打ちがないと思ってるんですよ、税金払う価値がないと思うんですよ、自己責任でよろしくっていうのは、決して政治が口に出してはいけないことだと、私は思ってます。 そう考えたときに、やはり死にたくなる社会から生きてたくなる社会、少なくともその経済的な基盤、最低限の部分に関しては安定できるような状況を作らなきゃならない、そういう意味で私はあの先ほどご指摘いただいたチラシの中に消費税を廃止にする、他にも国が保障する形で最低賃金を1500円に上げていく、全国一律で、といったものが必要であろうと。 完全このままじゃ衰退国家ですからね。20年以上のデフレです。お金が回ってません。物も買えません。そんな状況の中で企業は投資しません。衰退していくだけですよ。生産能力があったとしても、生産力がどんどんこれ、そがれていくことになりますよね。この国はこのままでいいのかと。人々の生活を底上げすることによって、先々の日本の経済成長につなげていく。 経済成長ありきというわけではなくて、人々の生活の底上げありき、結果、日本の成長につながるというような形を作っていくべきだろうと。そのためには、国による大胆な投資をしなければ、これは無理な話であるということです。えー、もう一つあったな。まあ 今の話、もっと詳細に入っていけるんですけれど、結構長くなっちゃったら困るので、別の方からもご質問出ると思います、それを具体的にどうやってやるのとかですね、そのことに関しては、また後の、えー、質問に譲りたいと思います。で、えー、っと自民党が2012年に出した、えー、憲法の改正草案、まあ、自民党、憲法を変えるっていうのが党然ですからみたいな話ですね、で、えー、俺たちが憲法を変えるんだったら、こう変えるんだぜっていうことを出してきたのが、その憲法改正草案。 で、えー、その中で、一番、えー、その中身見たら最悪です。あこんな人間たちにこんな人間たちが政治に関わるのは非常に危険だと思えるような内容だってことです。じゃあ、現行憲法と、えー、その21条自民党が変えたい21条を比較してみるってことをやってみたいと思います。ありがとう、はいえー、上下 上がが黄色下が灰色下灰でですねで、えー、上の黄色は現行、えー、憲法です下の灰色が自民党だったらこう変えるってことを言っているそちらの端の方から見えますか大丈夫ですかありがとうございますじゃあ現行憲法の、えー、21条表現の自由っていう部分に関して読んでみたいと思います日本国憲法21条集会結社及び言論出版 その他一切の表現の自由はこれを保障する。で、えー、次なんですけれども、えー、ま,あまだ2項もありますけど、それ一旦飛ばします。で、自民党がこう変えたいって言ってたものに関して読ませていただきます。えー、自民党の変えた21条の1項は、全くもともとの憲法と同じなんです。同じ。同じだけれども、ここに新しい2項っていうものをぶち込んできたってことですね。何か 1>, えー、1項から読んだ方が分かりやすいな、読みます集会、結社および言論、出版その他一切の表現の自由はこれを保障する新しい2項全項の規定にかかわらず公益および公の秩序を害することを目的とした活動を行い並びにそれを目的として結社をすることは認められないすごいんですよ。あの,もともとの 21条を見れば、もうこれはもう、もちろんもう全力で自由認めるぜってことを宣言してるんですけど、自民党が出してきたのは、全項の規定にかかわらず、要はちゃぶ台外しをいきなりしてきたってことですね、2項の最初で。あのごめんね、例外もあるからね、すべてが自由なわけじゃないよっていうことを言ってきたってことなんです。でここのの文章をこのまま読むと確かにそんなえ 公益とか公の秩序を害するような自由なんて認められるはずないよねって思っちゃいがちなんですよ。皆さんいい人だから。でも違うんです。何が違うか、公益って何ですかってことなんですよ。で、公の秩序って何ですかってことなんですよ。それ定義するのは誰ってことなんですそれ定義するのは権力者ですよ。 じゃあ権力者にとって都合の悪いことは公益を害するとか公の秩序を害するって話にならないかってことなんですよね。ってことは表現の自由が制限されることをここで歌っているのと同じではないかというような話なんですね。はいえー、問題点は何か全項の規定にかかわらず新設された第2項にこの文,が文言が入ることで表現の自由は保障するとした第1項をちゃぶ台返ししたことだね。 で第2点、公益および公の秩序を害すること、新設する第2項に入る公益、公の秩序を決めるのは権力者ってことを考えると、これはまずいってことになっていかなきゃ、本当はね、みんなの中で、これはちょっとやばいだろうっていうことが騒がれなきゃいけないっていう話なんですよね。なんでかかっったたらら、まあ、結局はは何かつったらこれは情報を 情報も含まれるわけですね、表現の自由には、当然。表現ですから、いろんな情報、マスコミであったりとか、皆さん一人一人が発信することだったりとかっていう情報。この情報っていうのは、人間の体で言ったら血液みたいなもんだってことですね。民主主義の血液みたいなものが、この情報なんですよね。これが滞ったらどうなりますかってことですけど、当然病気になるってことですね。 ものによってはその情報が公開できなかったりとかっていうことにもつながっていくっていうような話ですね。はいえー、国家権力、国家権力っていうのは過去もそうでありました。一歩間違えたら暴力装置にもなりえるもんだと。権力は間違えるという前提に立った権力者を縛る最高法規として憲法があるんだから、憲法側がこけ権力者側がコントロールできるような。 憲法が作られたらまずいっていう話だと思います。なので、私はこのような考え方を持った勢力が憲法を変えるっていうのは非常に危険、そう思ってます。もちろん、今、安倍政権が言ってるのは、4項目ですね、憲法を変える、4つ絞りましたみたいな、合億の解消みたいな、合億の解消って合億にしたん、あんたらやろうみたいな、それを解消ですか、憲法を使ってみたいな、よく分かんないですね、それね、えー。放火魔が消火器売るっていう話ですね、これね。 自作自演みたいな話ですねほ、えーまあ、他にも、えー、教育ね教育の無償化でって最初歌ってたのにそれがだんだん後退してったってことですねなんかねどうして後退するんですかって話なんですよねはい何になったか教育の充実についてみたいなよく分かんない話になっるシンポジウムの話みたいになってる <laughs> <laughs> ね、他にも自衛隊の名記について、まあ、この1、2、3、4って並んだときに、えー、国内的に騒がれるのは自衛隊の名記について騒がれると思うんですけれども、でも私、ダミーだと思ってます、これは。だって、集団的自衛権、通しちゃったじゃないですか、憲法を飛び越えて、本来ならば2015年に通った集団的自衛権は、これは憲法を変えてからじゃないきゃ立法できなかったはず。 でもそれを解釈を詐欺的にねじ曲げて数の力で押し通しただから事実上もう変わってんですよってことですね保護にされてるんです事実上もうこれは憲法に明記しようが信用前がもうそれはじあの事実としてできることになっちゃってるってことですね当然そのような無茶苦茶をやったっていうことを消すためにも明記する必要はあるかもしれませんよ彼らにとってはでも一番の狙いはこの緊急事態だろうということです三権分立司法行政ね で、えー、立法、これどうして3つ分かれてるかってったら、これ一つになっちゃったら、独裁じゃないかよってことですよね、権力をそれぞれ牽制し合うという考え方なのに、これを一つにしちゃうっていうのがこの緊急事態だってことですね、もう本当に国会が法律を作る、この国のルールを作るときには、国会でこれ決めなきゃいけない、当たり前のことなんですけど、これをもっとカジュアルに作れるちゃうってことですね、国会通さずに、どこで作るんだってったら、閣議決定。 閣議決定でで作られちゃうってことですごめん閣議決定の、ねまあ、この閣議決定ってことで法律と同じような力を持つルールがどんどん作られるような世の中になっちゃったらむちゃくちゃ怖いですねなぜならば現政権自体がものすごくカジュアルに閣議決定するからです安倍政権が本当に行ったおかしな閣議決定安倍首相はポツダム宣言を当然呼んでいる っていうようよな閣議決定ですえ、ね、読んでなかったんですよ、これ。つまびらかに読んでないって本人も言ってましたからね。でもこれ、あとあと閣議決定してるんですよ。当然読んでるって。いや、事実と違うやんって話なんですけどね。えー、他にも、まあ、島尻さん、まああのー、沖縄の代議士の方でしたけれども、その方が大臣のにハに、歯舞の読み方を知らないという事実はないっていう閣議決定した。 記者会見で言ったら、ほぼ、ハぼ、ハぼ、とかっていう話になってましたよ、いや、別にもうそれはしょうがないじゃないかってことなんですよ、知らなかったことは知らなかった、すいません、なんかもうねあの、ちゃんと読めなくてっていう話でもあの、ね、事実を言えばいいのに、そんな事実はないっていうことにされちゃうっていうのは怖くないですか、はいえー、森友学園問題をめぐり、財務省、国交省、文科省に対する政治家からの不当な働きかけは一切なかった。 いやあったから黒塗りやし、あったから出さないんでしょ、情報ってことなんですけれども、一切なかったって閣議決定しちゃった、他にも、えー、安倍首相の妻、昭恵氏は、公人でなく、詩人いや、閣議決定ですよ、これ、いや、もうだって、いや、公人並みの待遇やんって話ですよね、経産省からとか外務省とかから出向してきて、何人も秘書連れてみたいな話でね。まあ これは、まあ、あの質問主意書、要は、えー、議員側から、立法側から内閣に対してクエスチョンが投げられる、それに対してアンサーを返すっていうものに対して、その答えに関しても閣議決定という手続きを経るということなんですよね。けれども、まあ、閣議決定というものを非常にカジュアルにあのやられている印象がある人たち、まあ、安倍政権がというよりも、この閣議決定を経て、国会抜きで、 いろんなルールが決められるような状況って怖くないかっていう話ですね。なので何が言いたいかって言ったら、えー、自民党の改憲自民党現在の自民党が考えている改憲っていうのは非常に危険であると私は思ってます。21条は当然のことですけれども えそれ以外の4つに絞られた中にも毒は含まれているというふうに思いますで、えー、公務員増やすということなんだけれども、えー、それに対してその公務員と民間との格差があるじゃないかというお話でした私が思うにはその公務員に対してバッシングっていうのが結構ありますよねいい思いしやがってみたいな、まあ、特に政党で言えば維新的な方々が結構そういうような立ち回りをしますけれども私はそんなえ殴っても殴り返すことができない 言っても言い返すこともできないような人たちに対して叩くっていうのは卑怯なやり方だなと思いますで、えー、本当に公務員の中でいい思いをしているっていうような人たちは私は一握りなんだろうというふうに思ってます一方で先ほど平均が600万円で民間の平均と大きく乖離してる点に対してはどう思うんだと思うんだっていうお話なんですけど私は公務員並みの給料をみんながもらえるような状況にならなきゃだめだっていう考え方なんですよ もうそんなこと夢夢思えないって方々も多いと思いますよ、20年間のデフレで、だって経済弱らせるような政策しかやってないんだからってことなんですよね。で、話戻ると、現在の公務員っていうのはかなりひどい状況で働かされてるっていうの出ますかね。 これは2016年に出た、えー、調査です総務省の4年に一度の一斉調査です臨時非常勤の地方公務員全国に64万3000人を超えると5人に1人が臨時非常勤という形で働かされてますという話ですで、えー、これが、えー、都道府県を抜いて、えー、市区町村指定都市とか市区町村になるとその先ほどの割合よりももっと増えてしまうってことなんですよね 非正規公務員の数、何かっていうと、どん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 安いものに置き換えられてるっていうような状況が誕生してると、どうして置き換えるんですかってことですけれども、えー、これ、財政的な面もあると思いますね、国がその、なんだろうな、地方への交付金っていうものに対して、やはり紐付けにしちゃったりとか、削ったりとかということの影響、かなり大きいと思います、国は通貨の発行権がある、国はお金を作り出すことができますけれども、地方はできないってことですね。 そう考えるとすると、やはりこういうことにもなっていくんだろうと、あともう一つ、トップランナー方式みたいなものもありますよね、何か、この非正規にどんどん置き換えていくってことをすれば、評価がされて、その交付金を減らされなかったりとか。 上乗せしてくれたりとかっていうようなことも実際にもうスタートしてしまってるってことですねよりサービスを簡素化してコストカットをしていけばそれが評価されてお金につながるとかっていうことも実際に今もう実際に動き出してるそれがどんどん加速していけば当然このような形は増えていくだろうということですで実態はもっと多くいるんだよって話ですねどういうことなのか えー、調査されたのが2016年4月1日現在としているってことなんですけれども、その時点で在籍しているもの,にし,ものしか把握してない、調査対象は、任用期間が6か月以上まで、6か月以上、または6か月以上見込み、かつ1週間あたりの勤務時間が19時間25分以上のものという要件を付していると、はい、要するに4月1日に契約をしたもの以外は調査から漏れると。 だから当然実態はもっと多くなっているだろうという話なんですよね。だから、えー、状況が把握できてるかっつったら、ちゃんとは把握できてない。けれども、その中から見れるものは何かっつったら、どんどんその数は増えていっているってことがよくわかると。じゃあ、ちなみにこういう働き方してる人たちは、どういうような状況にあるか。正規の人とほぼ仕事変わりませんって話ですよ。ほぼ同じような仕事をさせられてるのに、給料だけ安いってことですね。それ出るかなぁ。 出るかなあ,あ例えばですよ例例えばです例えばばでですすけれども、まあこの常勤の663万円、先ほど言われた値段とすごく近いかもしれません、でそれ以下見てみるとどうなるかってことなんですけれども、えーまあ、一般職でも176万円、臨時職員でも162万円、そういうようなものになっていくと。で 例えばですけれども、小中学校なんかを見てみると、小中学校に勤務する非常勤講師、正規教員の4割から5割、臨時教員は3分の1程度、同じような仕事してたとしても、そういうような目に遭うと、もちろん保育士では非常勤保育士の年収はいずれも200万円前後であったりとか、非常勤、一般事務職員は休みなくフルに働いても、年収は正規公務員の4分の1から3分の1程度しか稼げないという状況にある、は。い でどういう扱いになるかっつったら、これ、総務省の先ほどの4年に1回の調査で分かること、残業を払っていない自治体が約3つに1つ、通勤費用を払っていない自治体も3つに1つ、国の非常勤、職員同様の休暇、休業を与えていない自治体、2つに1つってことですね、一言で公務員っていうふうに、えー、何か、な、え、ん、ー、だろう、話をするのは非常に難しい。 現在のその公務員の働き方というものも非常に壊され続け,壊され続けているってことですね。もちろん平均していったら多い人たちも含まれるだろうからそれぐらい高い値段は出てくるでしょう。国家公務員でも例えば省庁の上の人とか国会議員と変わらないような値段の給料をもらってますからねでもそれ人握りじゃないですかってことですねで話に戻ると公務員お前え給料もらってて腹立つわっていう世の中自体が間違ってるってことですよ 公務員の給料と同じぐらいの給料をもらえるような世の中にしなきゃいけないし、公務員の実態はこういう形でどんどん壊されているということをベースに皆さんとシェアしていき、話し合う必要があるだろうと。で、話戻ります。公務員を増やす必要があるかどうかっていうことです。私は増やす必要があると思ってます。例えばですけれども、えー、介護の仕事、保育の仕事、ただでさえ人手不足ですよね。 どうして人手不足になるんですか資格は持ってんだでも働かないんだ働けないんだ理由は給料安すぎて生活できないよって人たち圧倒的ってことですねつまりはそれ,それでも働いてくださる方々っていうのはこれちょっと国が甘えすぎだろうと私思ってます待機児童待機老人これ解消するためには国が本気になって箱を作ったり何よりも処遇を改善していくってことをやらなきゃだめなわけですよね そこに対して、金かかるから外人呼んでしまえみたいな、安直な考え方をしているというのは非常に恐ろしいことだろうというふうに思います、でそういった方々に対して、公務員待遇、もしくは公務員という形で安定していただくということが非常に重要であろうと思ってます、他にも、先ほどの非常勤の公務員であったりとかっていう方々に対しても、正規という形の働き方をしていく必要があるだろうと、どうしてそういうことをする必要があるんですかってことなんですけれども、20年以上のデフレなんですよ。 どの国も成長してます。どの国も緩やかなインフレです。20年以上デフレが続く国なんて先進国では存在しないんですよ。つまり何かし言ったらみんな貧乏になり続けるってことですよ、これ。どういうことかっ言ったら、すごく景気がいい時代もあったけれども、その景気の天井にぶち当たったのか、それが行き詰まった時に、 生産性の向上ってことが加速していくっていったら何かって言ったら人件費削減ですよはっきり言ったら人々の働き方を壊していきながら不安定な働き方にして会社が責任を持たなくていいような状況もどんどん広がっていったわけですよねそこに加えて当然そこで不安定な働き方になったりとかいろんな状況が生まれた時にみんなやっぱり将来考えますよねお金使えなくなりますよって そもそももそ使えるお金がないいっって方もいらっしゃいますよそしたら物を作ってる方はどうなるかっつったら当然物の値段下げますよねってことですよね。物の値段下がったらどうなるかっつったら働く人々も当然さらにその賃金待遇っていうのは悪くなっていく。でその給料を受け取った人たちもなかなか思うように物を買うっていう行為には入れないってことですよね。 そういうようなスパイラルからずっと出れないのがこの20年以上で世の中にお金回ってないってことですよ消費をしなければ企業側も投資なんかせえへんってことですねどん底への競争の中で安くないと物売れないっていう話ですよこんな状況に陥ってる国でじゃあこれを再生していくためにはどうしたらいいかっつったら一人一人の生活の底上げをできるようなプランをするしかないってことなんですよ 安定した職というものを作り出すこれ公務員って地方にとっては私はこれ雇用の受け皿でしょそう思うんですよ北海道とか行ったりとかしたら次男三男自衛隊って話も聞きますそういう意味で安定した雇用の受け皿として私は必要になるんだろうというふうに思ってます特に国が投資を渋り続けた20年間30年間っていう部分で、えー、人生大きく 変換ししななきゃいけないいいけっていう人たちたたちくさんいましたよねロストジェネレーション、30代、えー、真ん中から40代真ん中、その周辺、要大学出て一、えー、企業入ったら一生安泰みたいなことを親から洗脳され続けてきたけど、社会状況はそうじゃなくて、初めて就職したときにはバイトしかなかったとか、非正規だった、新卒命みたいな採用のされ方の中で、もうそこでつまずいちゃうわけですよね、その先が。 そういった中で、今も不安定な働き方されている方々、たくさんいらっしゃるっていう、そういう人たちの底上げをしないと、先々どうなりますかということです、もう一回日銀の、あれ見せてくれるかな、先ほど見ていただきました、日本銀行の調べ、貯蓄ゼロ世帯、一人暮らしの20歳で61%、30代40.4、40歳代45.9、50歳代43、一人生きるだけで精一杯 少子化加速する以外ない。それどころか、将来は、のだれ死にですよ。のだれ死にしないっていう方法があるなら教えていただきたい。私は国が投資をして、人々の生活を底上げし、っていうこと以外は、もうそれを逃れられないと思ってます。それ以外に何かありますかってことなんですよ。だから私は、 緊急政策ととしててていいくつもやるることがあるなっっううふうに思ってますその中の一つとして、公務員増やすということもやっていく必要があるだろうと、もちろんその、うん、なんだろうな、いや、なんもない、そういうことです。<laughs> 他にも何か言おうかなと思ったけど、もう結構言ったなと思って、すみません、他ございますか、ありがとうございます、今、今男性いたので、いはい私の2つ目の質問の答えになってません。んどういういことですか私が 山本さんに確認したのは自民党が2012年にまとめたのが高知県出身の、えーえー、なんとか元さん中山元さんかな中<谷>まとめて18年に出された中身はほとんど変わってない一番大事なのは21条日本が戦争に向かっているんだというふうにはっきり言った香川県内の首長さんがいます。 戦争できる国戦争に向かってると、先の参議院選挙です、7月の、そういうふうな認識が山本さんにあるんですかと、しからばですね、先ほど山本さんがおっしゃった RNC の記者さんの質問が、野党で、まあ、会派を組むのか、一緒にあの同じ党になるのかは別として。 仮に消費税5%で合意する党があるなら、連携します。あるいは一緒になります。私が聞いてるのは、令和新選組が今の自民党が出している21条言論の自由がなくなるということは、山本さんが書いている、辺野古基地反対、あの反対運動は公益に反すると言って、反対した人はみんな逮捕される、憲法に変わるということですよ。だったら、 消費税が8が5に下がるよりも、逮捕されて戦争反対といったら逮捕される国家になる、これに賛成か反対かと私はお伺いした、どっちの判断基準でやるのかと、ましてやですね、先ほど朝日新聞さん、RNC さん、いろいろありましたけど、四国新聞は昨年の11月に国連が、 日本はマスコミを弾圧していると忠告してるじゃないですか。参議院選挙の前の6月に改めて日本はマスコミを弾圧していると僕朝日新聞さんに参議院選挙中に取材どうなってるんですかと今の国会議員が特に野党議員がですね憲法21条言論の自由がなくなって日本が戦争に向かっている戦争できる国にしようとしている。 自民党の憲法改正草案に賛成と私が判断できるのは、自民党は当然ですよ、その党然で議行してるわけ、維新の会もそうでしょう、すみません、まとめてもらっていいですかですから、山本さんは賛成か反対なのかと聞いてるんです、にあの今の草案に対して、令和の党として。すみません、もう草案っていうのはもう、ごめんなさいね。 草案っていうのは、もう横に置いてるんですよ、あの人たち、で私はその草案について中身をお知らせした通り、ろくなもんじゃないってお話をしてるじゃないですか、もう答え出てますよ、出てるじゃないですか、あのその熱量を多分あのこの香川県内のね、この皆さんの横につながる熱にもぜひあのつなげていただきたいと思うんですけれども、当然ですよって、だから,だからこそあそこまで説明するわけですね、スライドを出して。 でその熱を持ったとしても、えっ、ー、となんだろうな、戦争ができる国になるという言葉では、2015年のもう一回、あのやつ出してくれる、えーと、これまでの与野党の対決法案。いやもちろん、あのなんだろうな、ご寄付されてることは、えー、理解しているつもりです。はい、で、えー、安保法の 審議が2015年の夏ごろありましたってことでその後に参議院選挙2016年にあるんですよでもここでも負けてんですね負けてんですよ戦争にできる国っていう言葉は確かにんだろう人々に対して危機感を持たせる、えー、強いキーワードかもしれないけれどもやはりそのキーワードだけではひっくり返せないってことなんですよ当然それをひっくり返すためには多くの方々が共感できるようなことをメインの旗に立てて 次の選挙を戦わなきゃ、同じことの繰り返しなんですよ。同じことの繰り返しなんですよ。で、選挙の時にちょっと荒れてるかな、えー、っとうん、調査、あ、来たね、ありがとう。 例えばですけれども、2019年の7月、参議院選挙があったときに、えー、皆さん大好きな産経新聞とか FNN ですね、この合同の世論調査があったと、参院選で重視する政策、論点は何ですかってことなんですけれども、やはり大きく占めるのが、年金など社会保障40.6%、景気や経済対策19.4%、消費税が9%、外交7%、憲法7%ってことなんですね。こういう状態なんですよ。 まあもちろん年金問題、あの3000万円、2000万円の話があったから一番これ大きくなってるんですね。一方でごめん、2017年の、えっと、衆議院の時のやつあるかなありがとう、えー。これ共同通信が2017年の10月に衆議院選挙、要は、えー、と少子化が国難と言って、えー、解散をした時の、えー、これは世論調査です、はい。投票で最も重視する点は、年金や少子化対策など社会保障29.7%、 景気雇用など経済政策16.3%、安全保障、外交15.5%、憲法改正8.9%、選挙の時に選ぶ、何を重要視しますかっつった時に、憲法改正が危ないということに対して反応できる人の数っていうのは、多数派ではないと。多数派じゃないから、そのことに関して横に置いていいのかっていう話ではないですよ、これ。もちろん、権力者を縛る方を、権力者側が。 これを変えたいって言い出すこと自体が、もう私、泥棒が窃盗罪を緩めろって言ってるのと同じだと思ってますから、そういうことは許しちゃいけないのは当然なんですけれども、何かって言ったら、やっぱり50%の人たちが票を捨ててるっていう状況の中で、今、あなたの生活、楽になるっていうことを私たち、こういうことでやっていきますってことを示せることが、私は一番大きな力になるんだろうと。 消費税10%から5%にしますとい,うという旗を掲げて、憲法改正させないとか原発を、原発を再稼働させないとかっていうこともやっていけるわけじゃないですか、多数派になれば。私はそう思ってるんですね。まあ、先ほどのお話に戻りますけれども、憲法、自民党の憲法改正草案21条に関して、もちろん自民党の憲法改,改正という部分に関しても、改憲という部分に対しても、当然なしだってことですよ、ありえないってことです、当然ね。 でもその一方で、私は憲法というものを一言一句書いちゃいけないものだとは思ってません。思ってない。そんなこと言ったら民主主義の破壊じゃないですか。けれども、そういった考え方を持った人間たちが憲法改正を歌うこと自体がかなり危険だっていう話、当然、考えてることは同じですよ。 表現の自由を奪われるということは当然、そのような統制社会になっていくだろうと、戦争に向かうような世の中にもなっていくだろうし、アメリカと中国が衝突するようなことがあれば、戦場になるのは日本でしょうと、そう考えたときに、戦争できる国っていう部分に関しては、尊頭向けな話ではないと、私も思います。最悪の事態になればってことですね。そういった意味でも、やはり表現の自由ってものは担保されなければならないというふうに思ってますし、 特に答えてないということではないと思います。思いっきり答えてるというふうに思います。すみません。他ございますか。はい、ありがとうございます。じゃあそちらの女性の方、帽子かぶられてる方、手を挙げておいてください。はい。質問のチャンスを与えてくださりありがとうございます。私は。 少々の年金ととと細々と自営業ををしてを立てて立おりますところが年金の3か月分が介護、医療、消費税、固定資産税、車の維持費に消えてしまい、先行き,が不安先行きに不安を感じておりますで。政治にはもう失望し、ずっと危険をしてきましたが、戦争法を止めたいと国会前に行きました。 そこで私が見たものは田舎のプロレスごっこでしたで、そういった中昨年四月経済アナリストの藤原直弥さんから令和新選組の誕生を知らされました私はそれを聞いた時また片付けを組むんじゃないかなと思って信じることができなかったのですが Facebook の友達から YouTube を勧められて 太郎さんのの本気の演説を聞き私も本気にになりましした横に広げてほいいという私はもうれいわ新選組が大きくならないとこの政治をひっくり返すことはできないので横に広げてくださいっていつもおっしゃってるんですけど本部にお電話をしてもあの電話がつながらなかったりするんですけれどもあの連絡網とかそういったことの対策はあの。 お考えなんでしょうか私はそれが知りたくて参りました。ありがとうございます。ありがとうございます。えー、っと、基本的に、えー、っと、なんだろうな。あなたのことを信じてるって言われて。腹立つことはないんですけど、私自身ね。いや、もうそんな恐縮ですっていう気持ちにはなるんですけど。でも、信じない方がいいです。<laughs> ええ、そういうことです。あの、何かとつったら。 政治家とか、えー、政党は信じる対象じゃないってことですねあの逆に言ったら監視をしてお尻を叩いてで自分たちでコントロールするっていう存在だってことですねでおそらく私たちれいわ新選組にこう応援してくださってる方々の中には私たちから初めて政治に対して興味を持ったというところで少し何かこうファン気質を持った方もいらっしゃると思うんですよそれを否定するわけじゃないです あの、そういうのもあっていいかもしれないけれども、そのベースの部分っていうかは何かっつったらあの？宗教でもアイドルでもないってことなんですね。だから常にあのなんだろう。道を間違わないように見ていただいてで、何かあった時にはこれに関してどうなんだ。これはこういう危険性があるんじゃないのかということをあのなんだろうな。教えていただくっていうことですね。で、人間ですから間違います。よってことなんです。 間違わない人間しか政治に参加しちゃいけないって言ったらもう誰もいなくなりますねだからこそ憲法があるんですよね不完全だって超未熟だっていうのが人間だからこそ憲法で縛るっていうことの関係性それを思うならば今、えー、と国会の中にいる人もでそうでない人も政治を志してるっていう人たちも完全ではないし、えー、失敗はあるだろうし間違うだろうしっていうことであのな、ー、んだろうな 一緒にやっていくということを考えていただければというふうに思いますで一方でそのどう広げればいいんだろうかということに関して私たちの事務所にお問い合わせをいただいたけれどもなかなかつながらないと、はい、あの人が足りてません <laughs> すいません人が足りてないのでなかなかつながらないだろうとでお電話をお一方いただいたとしてもおそらく1回の通話が皆さんそこそこ長いんだろうと思います じゃあすいません1分以内でお願いしますみたいな話にはできないんで <laughs> あのこの場みたいなことにはな,ならないのでおそらくお話を丁寧に聞いてってことになるとなかなかこう話中みたいなことがずっと続くんだろうと思います。ななのでそうだな一番私たちにとって 私たちに力を1ミリでも貸してあげたいと思ってくださった方が一番大きくあの私たちに力を、うんえー、1ミリでも力貸してやりたいと思われた方が、えー、肩に対してお願いしたいのはやっぱりポスター貼りですね、うん、ポスター貼り、テレビってなかなか出してもらえないんですよ、で選挙の時には全然取り扱わなかったのに、事実上、政党になった途端に、えー、ご祝儀として何回かテレビ出してもらったんですよ。 ね「ごめんね扱わないでね」「おめでとう」ってことで何回か出してもらえたんですけどその後は全然お呼びがないんです、ね、やっぱりテレビ出たりとかっていう時の後の調査っていうのは結構あの高く出るんですけどやっぱりそういう露出が少ない。 っってていいいうう状態ででのの調査っていうのはあまり伸びないんですもちろんそのいろんな世論調査で私たちの支持率が、あのー、出なかったりとかっていうことを見て何かこうおかしいんじゃないかとかって思われる方いらっしゃるかもしれないです支持率低すぎるだろう令和のって思うかもしれないんですけれどもえっとそんなもんですって知られてませんっていう話なんですねだからそれを広げなきゃなんないそれを広げるためにどうしたらいいかっつったら周りの方に何だろうな広めていただくってこともそうなんですけれども全く えー、存在を知らない、興味がないっていう人たちに強制的に視覚に入れていく、目の中に入れるっていうね、えー、あのポスターですね、っていう活動が私たちにとって、一番大きなな力をあのいただけける手助けになりますただ、これが結構また、気持ちが折れる作業なんですよ。 ピンポーンポって知らないお家ね地図持ってでピンポンして「すいません山本太郎のボランティアなんですけれどもポスト貼らせていただけま,すいませんか?」っていうような話をして「帰れ!」とか言われる人いるんです私も本人で言われました <laughs> あわかりましたじゃあ,あのチラシだけでもご覧いただけるようにポストの中に「帰れ!」っていうふうに言われることもあります失礼をいたしましたってことでその時は帰りますけれどもでもまああのそうだな 私成功率、本人が行って成功率は、えー、2割、高い時で3割、そういう感じです、なので、えー、一般のボランティアやってくださってる方が張りに行ったとしても、100件回って、1件、2件あるかっていうことなんですよ、だからすごくこれ、継続するの大変なんです、あまた断られた、断られたっていう、どんどん心が折れていくようなことなんですけれども、でも、心折れないでくださいってことなんです。何かっていうと 玄関先で「れいわ新選組の」っていう玄関まで出てきてくださった方にチラシをお渡ししたりとかお話をちょっとしたりとかっていうことで普通日本の玄関先で政治的な会話ってされないじゃないですかそこでこうやり取りがあってあこういう人たちがいるあなんか聞いたことあるみたいなあこれなんか重度障害の方とか議員にいらっしゃるみたいな話だったりとかなんかそういうコミュニケーションを玄関先でやるってことも あの目的なんですよね一番の目的はポスターを貼るってことだけれども貼れなくても落ち込まないでってことなんですそのやり取りが非常に重要なんだってことなんですね。で人によっては対人恐怖であったりとかコミュニケーションがあんまりちょっとあの苦手なんだって方いらっしゃいますけれども逆に言えばそのお一人でやる場合は別ですけれどもこう2人1組とか3人1組とかで自分の周りの方で一緒にやられる場合には 対人っていうところは得意な人がやってそうでない人は後ろであのポスターの準備だったりとかやることもあるし全くポスターとは関係ないボランティアもあ,のあるのであのぜひ直接的にお力を貸していただけたらとホームページ見ていただければ、えー、一覧というかこんなボランティア募集してますみたいなものもあるのでご自身で該当、えー、されるものを見ていただいたりとかしながらというのがいいと思いますあのスマホとか PC とかはあの使われますかあじゃあ大丈夫ですね。 ええ、あの結構アナログっていうか、電話はやっぱりなんだろうな、LINE が限られてるので、なかなかつながりにくいっていう部分はあると思うんですけど、あのネットであるならばあの、送信していただいたものに対しての返,事っていうのは返信っていうのは来るので、はい、そのような形でアプローチしていただければというふうふに思います。ございいいいままますすすす頑張らせせてくださいすいません桜じゃないでよよねね違 ところであの活動に私たちの活動にこう入ってくださる方をあい,、まあいまあいまにこうインフォメーション的に散りばめてるとかって話じゃないですからすみません偶然ですありがとうございます他にございますかありがとうございますじゃあ次はじゃそちらの、えー、紫かブルーかのあはいそのまま、はい、えっと日本の食料の安全保障のことであの提言なりをさせてもらいたいと思います。えー 今あの農業のことですがあの、えーとえー、と食料があの日本の自給率は非常に少なくなっていますそれでそれのためにはあの効率のいい補助整備をしたりして区画整理をしてあの大規模農業を主体にした経営をしているんだけども。 やっぱり終戦後みんなが引き上げてきた時にあのあの田舎で生活するしかない時代があったわけですがそういう時は小さいあの畑でもみんなで作って上をしのいでいったという歴史があります。それで今の分でもあのもう少しお願いします。えーっとあの 小さくてもあの畑を作ったりできるように大規模な農業だけでなくあの小規模でも農業ができるようにするとあの植えて死ぬということはなくなるんじゃないかあの特にあと45年したらあの大恐慌が来るかもしれんとかいう場合にでも食べるだけあったらそれとあの住,う住居さえあればなんとか。 生き延びていけるんじゃないかというふうなあの思いがするんで、そういうあ住み分け、大規模農業と小規模農業を住み分けるようなあの政策するのがいいんではないかないうて、私の提言として思うんですが、どう思われるでしょうか。ありがととううございますどどどどん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 このなんだろうなえー、っと 小規模の農家という人たちが追い詰められていくような政策が進められていると例えば TPP であったりとか例えば、えー、と日米 FTA であったりとか、えー、他にも例えば種子法の廃止であったりとかでこの先今国会で出される可能性がある種苗法であったりとか結局これはどこに目が向いてますかってことなんですけどこれは世界のグローバル企業グローバル企業大企業などの,この収益をより大きくしていくために あのなんだろうな自家採取は禁止とかっていうようなことを多分形作っていくんだろうと、えー、これまで行政がやってきた、えー、種の管理であったりとかっていうものに関してもここに民間が入ってくるっていうことでこれを駆逐していくというようなことがここから先進んでいきかねないで最終的には何かといったらおっしゃった通りそり大規模な農業っていう部分が。えー 多くななっていきながらで農家の方々は小作人みたいな形で参加していくような形になっていくんだろうということを考えるとかなりこれリスクがある日本の食料安全保障上ということですね何かといったら当然、えー、その種その農薬ということを考えると、えー、本当に人体にとって影響がないのかといかうことですねそういうことを考えるならばやはり、あのー、今やらなきゃいけないことはおっしゃる通りそり、うん、日本の自給率を上げていくんだ 自給力を上げていくんだってことこが一番しなければならならいことだろうとそれとは一個分けといてで、えっと、なんだろうみんなが気軽に農園をやりながら何かいろんなものを作ったりできるようにするっていうのは別にこれは自由でいいと思うんですよで国としてできる補助が何かあるとするならばそこは考えていくべきだと思うんですけれどもそこは一旦置かしていただいて、えー、その本当に日本の農業甘やかされてますかっていうところを少し見ていきたいと思います。 えっと、自給率のところからいけるかなありがとうはいありがとうございます食料自給率の各国比較ということで書いてありますけれども日本は一番右ですで、えー、自給率で見たらこっちかな左やな赤い方を見たら自給率ってことが分かると思います遠すぎて見えないって方のために口で説明します一番左カナダ264パー食料自給率ですねオーストラリア223パー アメリカ130%フランス127%ってことなんですけど今言った国々は国土面積もそこそこでかいですよねやっぱりねだからその分持久力も高まっていくっていうことはあるんですけどけれどもやはり農業に対してすごく力を入れてるということが言えると思いますじゃあ日本と国土的にはそんなに大きく離れてないっていうようなところを見ていくとどれぐらいか真ん中ドイツ95%イギリス63% イタリア60%、スイス50%、日本38%、平成28年ですけどね、圧倒的に少なくないかってことなんですよ、つまりは輸入に頼らなきゃいけないような状況になってしまってるっていうか、これ、こういう依存体質にしていっているって言っても過言ではないんじゃないかっていうふうに思うんです、じゃあどうしていけばいいんですかってことなんですけど、私は当然、国が生産者に対して手厚くするってことをやらなきゃ、だって、新しい人入ってこないでしょってことなんですよ。 あ生産者なったら生活楽なるな。もちろん生産行為っていうのはすごく大変なことですけれども、それ以外の部分で社会的支援が非常に大きいっていうような形にならなきゃ、私はこの自給力、自給力が高まっていくっていうことにはならないんだろうと。えーまあ、よく言われるのが、日本農業甘えがされてるからな、みたいなことを都会の居酒屋とかでなんか知ったか、ぶって言ってるおっさんとかいるんですけれども、でも本当なんですかってことをちょっと、あの、 ファククトを見ながらチェックしていいいきたいと思います日本は農業に対する支出が多いんでしょうかってことです日本って国は農業に対してちゃんと金出しとんのかいなということです、はい、これから見ていただく資料は各国の WTO 通報世界の貿易の組織ですよね貿易の機関ですよねそこでルールが定められている何が定められているかっつったら国が金出して援助しまくってたら それ公正な競争って無理やんってことなんですよ。要は国がもう全力でいや応援しまくってたらよその国の、えー、その同じ産業はそこまで力入れてもらってないのに競争これちゃんとできへんやんっていうことでちゃんとそれぞれの国がこれぐらいの支援してますよってことをこの WTO っていう機関に対して通報してるんですね。えー、次見ていたただくもののは各国 WTO 通報から農水省が作った 政府による直接支払額と農業生産額に対すするる直接支払額が分かるものですね要は政府どれだけ金出しとんねん、農業にということと、政府どれだけ金出しとんねん、農家の所得に対してということですね。 もうこれね前列の人しか見えないぐらい前列の人でも危ないぐらいの小さな字ですけれども口で説明していきます、えー、ご注目いただくのがこの一番上の部分一番上の部分ここには何が書かれてるかっつったら直接支払額って書かれてますで一番下の部分何か農家の所得に直接支払額が どれぐらい含まれてますかっていうパーセンテージですね。で、えー、ここに書かれてるのは国の名前ここ日本ですで真ん中 EU ですで右がアメリカです口で言っていくのでご心配なくはい、えー、この表を見れば確かに日本の農業への支払い支払いは多く見えるってことなんですねじゃあ見てみますねえー、直接支払い額 政府、どれぐらいお金出してんの、農業にってことを見たとしたら、日本では1兆1000億円ぐらい、EU では6兆7000億ぐらい、アメリカは1兆6000億、もうこれだけ見れば、え、日本、そうなんや、まあ,あのそこそこ悪くなさそうやんね、アメリカでさえも1兆6000億なんでしょ、あれだけ持久力があって。 っって思っちゃうんですよねで農家の所得の直接支払額を見てみると、日本は47%、農家の所得、そのうちの国が出してる金何、何ぐらいになるんですかってったら、大体47%ぐらい、EU は69%、でアメリカは22%、あ意外と日本の農業、しっかり国に支援されていそうやなって思っちゃいそうになりますよ、アメリカ22%なんでしょ、日本47%やもんみたいな話なんですね。でも 先ほどの直接支払い各国比較の中、アメリカが WTO に報告した農業予算に含まれていないものがあるってことなんですよ。WTO に対してえ、こういうものにお金出してますって言ってるんだけど、隠してるものっていうか、出してないものがあるってことですね。何なんですか、それって言ったら、フードスタンプなどの政府による買い付け、要は所得が低い人に対して食料を出しますとかってことに対して、国がそこ、食料を買い上げたりとかする部分ですかね。 えー、他にも市場価格の保証であったりとか、そういった直接支払いはなどは含まれていないのが先ほどの数字だった、それは異例やって話ですね、それを入れてみたらどうなりますかってったら、こうなるんだって話なんです、あごめんなさい、で何、何が入ってないかってことを見たとしたら、黄色い部分でしか計算されてなくて、この白い部分は計算されてなかった、入れたらどうなんの、さっきと変わりますよってお話です。はいえー 直接支払額、日本は1兆1000億、EU は6兆7000億、アメリカは先ほど1兆6000億程度って言いましたけど、これが入れてない部分入れると、11兆3453億人まで入る、全然桁違うやんって話ですね。むちゃくちゃ応援してるやんってことですね。で、一番下、農家の所得に対して直,直接支払額がどれぐらいの割合を占めるかってことを見たときに、日本47。 EU69%、アメリカ22%パーだったものが、入れてないものまで入れると、147%に急上昇みたいな、もう作ったもん全部買い取ったるわみたいな勢いですね、これね。<laughs> はあまあ、だからここまでせなあかんってことなんですよ。だって、食料安全保障ですからね。だって、他国にコントロールされたら終わりですよ、これ。 でも今、日本は先ほど見ていただいた通り、むちゃくちゃ自給する力が低いわけだから、万が一の時に何かの交渉で、あ,あなるほど、お前ら、俺たちの言うこと聞かないんだったら、じゃあ、これ、食料止めよっかみたいな話になると、いやー、それだけは勘弁してくださいっていう話になりませんかってことですね。まあ、そこまでの直接的な言い合いにはならないだろうけれども、えー、いつだって兵糧攻めされてもおかしくないってことですね。鉄砲とか、ね、戦艦とか、 ミサイルとか、そんなもの使わなくても、この国に大打撃を与えられるのが食料だろうと、食料安全保障。ってことを、安全保障って言ったら、中国とか韓国のことが言われることありますけれども、でも一番の安全保障って何かって言ったら、人間が生きていく上で一番重要なもんだよねってことですね、空気、水、食料、食料の部分の安全保障が全然できてないんだから。 ここには手厚くしていくということで、私はもう100%以上の持久力っていうものを持っていくべきだろうというふうに考えています。その一あ、すみません、ありがとうございます。それでねあの、香川県の場合は、<あ> <laughs> あの農家としてあの最低4単か5単ぐらいを持ってないと、農家としては認めてくれないから、農業経営も認めてくれないという、そういうふうな。 あの農地保ななんんかの制度になっとるんですそういうことをまず零細農業も農家として認めてもらえるような方向になってほしいなと思うんです。ういうことはあの農業としての,あの経営もできるでしょうけどね。んだろうな、えー、っとお家でソーラーパネル置いてましてこれ売電したいんですみたいな感覚で。 うちで米作ってたんやけど自分らが消費する部分以外がちょっと余ってるっていうような状況がおそらく予測されるんだったらそれを買い取るってこともありなんじゃないですかねだから食料をちゃんと回していくっていうことこの国に植える人がいなくなるような状態要はフードスタンプに食料を提供するでもその食料が傷んでいるものだったりとかっていうことにならないように。 あの、当然いいものを。ええー、たとえ所得が少ない人に対しても、望めば、ええー、と、質のいい食べ物が行き渡るような。農業政策っていうものをしていくべきなんじゃないか。それをやっていく上では、おそらく今おっしゃったような。その零細の農家っていう人たちも、当然、それを認めていくっていうような形を。必要としていくんじゃないかなっていうふうに思います。すみません。ありがとうございます。他ございますか。ありがとうございます。じゃ、もう、さっきから元気のいい声を上げてくださってる。から <laughs> 私はあの参議院議員のです、ね、山本太郎さんのです、ね、活躍をずっと非常に楽しみにあの見ていましたところがです、ね、昨日の,そのポスターの針の説明会行きますとです、ね、ほとんど山本太郎令和新選組を、ね、知らない人多いんだとええー、と思いましたけどねどうもこれが実態かなとで、まあ、令和は天皇制のにおいがするわけですね,、まあ、ですね昭和とか令和ね それから新選組というのはまあ幕末のあの新選組を連想させるとそうするとね令和新選組ああの山本太郎といえばですね私は分かりますけどね他の人はやっぱ分からない場合もあるそうですで令和新選組こういうその古臭い名前を使ってもね私だって山本太郎やからあこらえと思うけどねやっぱりなかなかね人々に説明するには難しいだからこの透明の由来をですね教えていただきたいと思いますよろしくお願いします ありがとうごれいわ、えー、新選組っていう名前なんですけども評判が、えー、すごく悪いです。<laughs> すいませんねあのまあなんでそんな名前つけたんだってこといろいろ言われますで、えー、とその他にもグループ名持ってたんですよ。 山本太郎と仲間たたたちみたいな、ね、名前だったんですけれども,でもまあ本人の名前っていうのが一番わかりやすいんだからそれでいけゃいいじゃないかよっておっしゃる方もいらっしゃったんですけれども、えー、その政党名に人の名前が入ってる場合そのその人がその人自身が選挙に立候補するときにはその名前使えないんですねそういうルールがあるんですなのでもう鼻っからそれはないっていう話なんですね。じゃあどんなグループ名がいいか 昨年の4月に旗揚げをして7月に選挙があるっていう非常に短い時間の間で浸透しやすそうな名前を選ぶしかなかったんですよ。その時に言語が変わるとだったらもう言語変わった瞬間にあの申請しようということでだってどうせテレビでもう令和だ令和だってやるわけだから。 どのグループ名をつけるよりもこの「令和」っていう名前が一番、えー、どなたもご存知っていうことになるだろうとそうでなければ団体名っていうのはなかなか浸透しないんですね本当に団体名を浸透させるっていうのが一番じゅあの大変な行為ってことですね、うん、そういう意味でみんなが知っている「令和」っていう名前にしようと思ったのが一つでそこに意味付けとして考えたのは、えー、言語が変わっただけで世の中変わるわけじゃないってことですよね 平成の30年でみんながもうこの国がもうどんどん衰退していってみんなが格差開いていってもう搾取されまくったこの平成という時代ここから令和になったからといって何か世の中変わりそうな空気報道とかでは流してるけど報道っていうかテレビとかでは一切ないですよそんなのより加速するって話です要は平成よりもひどい時代が令和になる可能性の方が高いってことですねそういう意味で本当の新時代っていうものを作ろうという意味を 後々つけたってことですねで、じゃあ令和だけで良かったじゃないかよっていう話もあるかもしれませんでもちょっと短すぎませんって話なんですねなので、えー、令和なんとかっていう名前をつけようと考えたわけですで、えー、先ほどの令和をつけた理由としてやはり、えー、みんなが知ってるということならば次の令和何々の何々もみんなが知ってる名前をつけた方がいい,い,いだろうと じゃあグループ名何か有名な名前ないかってことを考えたんですけど、まあ、グループ名で有名って言ったら大体芸能関連になりますよね。芸能の以前あったグループの名前とかつけたら裁判になりますからこれ。え、ね。 令和のスマップみたいな名前かかってんすけど、これもうジャニーズ事務所と、もう本当にどえらい損害賠償みたいなもの求められたりとかね、これ戦いきれません、まあ、はっきり言ってね。なのでしょうがないので、そういう、なんだろうな、えー、そういうことに、そういう事態に陥らないような、えー、昔のグループなかったっけなみたいな話で、えー、新選組、でも新選組ってさ、幕府側やろって。ってことは、安倍政権、現在の政権に、 お使いするみたいな、話になななるんじゃいいのみたいなもちろんそういう意見も出ました、でも大丈夫だと、維新って名乗りながら、政権側とべったりの人たちもいるようなねじれが起こってる世界で、新選組を名乗るのも悪くないだろうと、逆に言えば新選組がお仕えするのは、えー、この国の最高権力者である皆さんであるという考え方で落ち着いたってことですね、で令和新選組になった。 でこの名前を発表した途端に、えー、右からも左からも矢が飛んでくると、そうなんです左からは、えー、天皇制についてどう考えるつもりだみたいなお話、で右,からは右,から右からの矢は、えー、お前が言語を使うなみたいな、言語を使うとは、お前はしっなやつだみたいな話なんですけれども、まあ、こういった方々がおそらくなんだろうな、昭和シェル石油で給油しないとか。 大正漢方一応薬は絶対飲まないとか、そういう話聞いたことないなと思うんですよね、<laughs> 言語にこだわりがあるかのように見せて、そうでもないってことがそれで明らかになると思うんですよ、まあ、話に戻ると、な、え、ん、ー、でつけたかっつったら、みんなが知る名前っていうところをお借りするしかないだろうということですね、3ヶ月ぐらいしか、えー、広める期間がなかったのでということです、そのような戦いきござでした。 ははははい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 言うたら当ててもらえると思ったらダメですよ、じゃあその人、<laughs> どうでしょうモンタントブラザーズみたいな声になってますけど、わ <laughs> かかりまましただだ大毒と言いす動物の愛護について質問ですしたいんですけど、この新選組のあ後の,の肉球のマークも可愛いいなと思って、すごい気になってたんですけども。 えっと香川県は9年連続、えー、犬の殺処分ワーストなんですけど、えー、っとそうです9年です、ワーストです、であの1、2位を争って、もうほぼ1位なんですけど、全国で。で今日はあの小学校6年で愛護団体を立ち上げた娘と参加してます、はいでえー、っと殺処分ゼロを目指してあの、学生が中心になって立ち上げた団体です。 であの質問ですけど、えー、と人間のパートナーである犬や猫の命を大切にできない社会は、えー、子供や老人といった、えー、と弱者の命も大切にできない社会ではないかと思ってますいろんな社会問題や人権問題が山積み,と山積みですが、えー、とい命を大切にする社会を目指すため動物愛護についてあの山本さんにお考えを聞かせてください ありがとうございます。小学校で。あ、びっくりした。お、おお隣にいらっしゃる。は、随分若いなと思って、お大人っぽいなと思って、違いますよ、ね <laughs> あそ。あ、そうですか。ようこそ。<laughs> ありがとうございます。あの、おっしゃる通りだと思います。えー、っと。命が大切にされない社会っていうのは、えー、っと、その他の。命も粗末に。 扱われる社会であろうとで今日本っていう国を見たときに本当に命を大切にされてる社会かっつったら私はそうは思わないですねで当然その小さな命に対しての配慮っていうものもあ,のあまりないんだろうとで、まあ、殺処分みたいなものであったりとか、えー、それだけじゃない、うん、まあ、えー、と私たち令和新選組は何を訴えてるかっつったら当然殺処分っていうものをなくすってことですねで、えー、これはかなななりんだろうな えー、憲法の部分とぶつかる可能性は高いんですけれども、えー、生体販売の禁止というところまで、あの私たちが政権を取ったときには持っていけたらなというふうに思ってます。でな、まあ、なんだろうなその まあでもこれかなりペットショップっていうところとどう話を折り合いつけていくのか違う形でのそのブリーダー業であったりとかっていううところろななんだろうな、まあ、別のインセンティブっていうものを多分渡さない限りはその人の商売っていうものを根こそぎ奪うことになるっていうのはやはり、なんだろうなあの賛同得られない部分だと思うのでそこら辺はやはりどういうような落としどころがあるかという部分はあの話し合ったりとか研究していく必要があると思ってます。えーっと その他にもやはりその命っていう部分に関してはアニマルウェルフェアといいますかやはりその何だろうな私たちの食料になるようなあの家畜ですねっていうものに対しての生かされ方というかその命落とす瞬間までがあまりにも恐怖で包まれていたりとか。 狭い場所に押し込められていたりとか劣悪な環境で、えー、その生涯を終えるということに対してやはりここをめ改めていかなきゃならないというふうに思ってます、えっと、特に、えー、去年かな一昨年か、えー、ヨーロッパとの,、えー、ヨ,ーロッパのヨーロッパとの協定っていうものを結んでるんですね貿易に関するでヨーロッパの、えー、基準から言えば日本のその飼育状況っていうのは最悪だと思うんです比べた場合にそうなった場合に日本製の えー、そういった、えー、家畜動物っていうかその食肉っていうものは受け入れないっていうことも、えー、考えられるんですね先々そまあえっ、ー、と本当にヴィーガンだったりベジタリアンの方々にはこういう話してて申し訳ないんですけれどこの世から、えー、肉食を一掃するっていうのはなかなか難しい話だと思ってますで私自身もお肉は食べますそう考えた時にやはりその命をいただくということを考えた時にその生涯をどういう 暮ららしを遅らせるるのかってこととが非常にに重要になってくるだろうとそういった意味での飼育環境であったりとかその、えーうん、っていうものはやはり、えー、大きく改善されていく必要があるだからヨーロッパの基準に近づけていくってことがやはり、えー、ビジネスを考えた上でもやっていくべきことだし命を考えた上でもやっていくべきことだろうとでもう一つ言えばやっぱりあの実験動物っていうところにも話は行くんだろうというふうに思います。 でその実験動物の存在がいるからこそ私たちの命が流れるるということがあるとは思うんですけれどもやはりこれをいかに代替していけるのかこんな言い方したら悪いですけど命の価値が、えー、とより低いというかこんな言い方したらなんか誤解が生まれそうですけれどもより、えー、と劣等であるというような例えばなんだろうなそれが昆虫になるのか、えー、微生物になるのか分かりませんけれども。 えだから今使っているような動物からのこう代替が進められていくようなことであったりとかということも進めていかなきゃなんないだろうというふうに思っています、はい、すいません、なんかあのふんわりしたものの言い方で申し訳ないんですけれども、はい、そういうところです。というわけなのであのその小学校で団体を立ち上げた方のですねご意見もぜひあのまた先々いただけたらというふうふに思います。あありがとうごござざざいいいままますすす他かじゃあその そのオレンジの方とそのお隣の方はお友達ですか。はい。あ別件。<laughs> そうですか。すみません。あの、えっ、ー、とオレンジの隣の方、すみません <laughs>、えー。介護現場についてなんですけども、えー、介護士をしている25歳です。えー、自分が介護士をして早や7年が経ちてた経ちまして。 この7年間でたくさんの経験と挫折を味わいました。事業者からの暴言、暴力、セ,セクハラ、上司からのパワハラなど、耐えに耐えにてきた7年でした。これは仕事場を変えても変わりません。給料が高ければ我慢できますが、現在、デイサービスにて手取り13万、17時間夜勤した時も15万程度でした。自分はこの4月に入籍、来年には結婚式を控えています。 近々子供欲しいいと考えていますですが今の現状では無理に近いので介護,し介護職から離れる予定です山本太郎さんは今の介護現場についてどう考えられていますかありがとうございます本当に悔しい思いをたくさんされたんだろうなと思います仕事としてはやりがいがある仕事だと思いますあのなんだろうなその人生の最終章というところを あのそのいろんな人の人生の最終章という部分にやはり何だろう人間の尊厳を守れるようなサービスを提供していくってことを、えー、現場でやられてた方だけれどもやはり現実を見れば、えー、その給料のあまりの少なさにこれ仕事を変えるしかないと自分が家族を持つならばという選択をしていったとでこれ今事業者からのいろんな、えー、ハラスメントがあったってお話ですけれどもということはこれ この事業者以外で職場環境の中で先輩からのそういうようなこともあるんですかありますか私これ一概には言えないと思うんですけどやっぱりあのギリギリの要はすごく労働,に労働に見合わない賃金でしかもんだろうな自分のキャパオーバーの仕事をさせられるような現場であるならばこれ崩壊して当然だと思うんですよ。 人間関係も最悪だしってことですね当然そのサービスその空気感の中でサービスを受けている人たちもしんどい思いをするだろうなその空気感であったりとか、えー、とそのん労働時間長いゆえになんだろう、うん、手が回らない部分だったりとかいろんな問題はあると思うんですね。だから これを解決するっていうのはその事業者,事業者がどういった方でど,どれぐらいの収益を得ててとかっていうのはなかなかそれ見るのも私にはできないで今,今の私にはそれなかなかこう見ることはこの場ではできないとは思うんですけれどもおそらくすべての根底は何かっつったらやっぱりあのそもそも無理だろうって話なんですね。そんな安い賃金でそれぐらいの何重大な仕事人の命を預かってるのと同じですから。 そう考えたときに、やはりその仕事、うん、労働の対価ってものはしっかり払われるような状況になっていかなきゃなん,な,んないだろうと、労働の対価として支払われるためには、やっぱり国がしっかりとそれあの、お金出す以外ないんですよ、方法はってことですね、でちゃんと本人に、その例えば処遇を改善しても届いてるということが確認できるようなあの方法がないとだめだろうなと思うんですよ。 例えばちょっとまとめて処遇改善します言うてお金をまとめて渡したりとかしたら違うものにお金が回ったり人手が足りないから新たに人を雇ったりとかっていうことにも使われかねないってことですねそう考えたときにやはりやるべきことは一人一人に対してしっかり処遇が行き渡るような改善が行われる必要があるだろうとで外国の方々を呼んできてその介護職につけてしまえっていうようなことがおそらく進んでいく。 うまくは進んでないとはまだ思うんですけれどもこれから進んでいくような方向だと思うんですけど私はそれは積極的にやるべきではないと思ってますええだって本来ならば、ええ、その労働に対しての対価っていうものはちゃんと評価されるべきところであってそこに対して人が集まらないってことに関しては当然んだろうそこが見合わないからってことが考えられるわけですよねそこを安い値段のままで働く外人呼べいいだろうっていうことになってくるとこれは えー、その被害に遭わなかったのは日本人であって、その被害、次の被害に遭うっていうのが外国の方々になると、そういうことを考えるとするならば、これは根本的に底上げしていく、賃金、じえー、だろ人,人手不足ではなく、賃金不足というところが一番の原因であろうと、そこに安易に安い労働力として外国の方を入れるということは、やはり避けるべきであって。 私はそう思いますなので、えっと、話を戻るとかなりその劣悪な労働環境になり得るえる、ー、原因大きな原因としてはやはり処遇っていうところが、えー、関係してるんじゃないかとで私が考えるには先ほどの、えー、公務員化というものも必要だろうというふうに思いますだって結構なこれから加速していく状況にあるわけですから。 今からその準備に入っておかないと間に合わないってことだと思いますねで、その財源についてどうするんだっていう話もあると思いますあのそんな公務員かとか言うてるけどお前消費税もやめるっつってんのやろしかも奨学金お前チャラにするとか言ってるよみたいないくらいるんですかあなたみたいな話になるとは思うんですけどその件に関しての財源の話っていうのも後ほどさせていただきたいと思いますはいすいません解消方法としては何かってったらもうやるべきことははっきりしてる保育も介護もってことです一人一人の処遇が改善されるような あのー、なんだろうな、国の本気を見せる時であると、国も分かってるんですよ、本当は何しなきゃいけないか、本当は何しなきゃいけないか分かってるけど、そこは出したくないんです、たこつくやんっていう話ですね、だから命を預かってるっていうような重要な仕事であるという認識が完全に抜けてるというふうに思います。すすすすすいいいまままままませせんん十分でではないですががありととうございますでそののまのお隣のオレンジの方いきますかすいませんえっと まあ大体のことはあの今皆さんの質問とかでまあ経済の悪化がえと今の現状をもう全ての問題点を招いてるっていうような感じで僕は受け止めてるんですけどえとちょっとマインド人のマインドの話なんですけど例えばじゃあ経済が上がった時にとまあ日本も高度成長期 でこう上がってきてき戦後の先輩方がこうえとしっかり働いてくれて成長したと思うんですで,でもまあ一方その政治に関することってまあ利便性もあって暮らしも良くなって良くなったなっていうところでまあ世界にもまあ,あんまり目を向けてなかったりえそういう結果がこういう政治の世界を 作ってしまったと思うんですけど、まあ、もし財が上がったときに、人々のマインドもまた同じように下がらないかとか、そういうところはどう思われますか。ありがとうございます、マインドって非常に重要なんですよ、その景気っていうところでも人々のマインドがすごく影響するってことですね、この先増税するらしいぞっていうことになったとしたら、みんなはそれを防衛しなきゃいけないってことになるわけですね。 消費税が上が上るじゃあ上がる前にティッシュペーパー多めに買っとこうみたいなそんなすぐなくなるでみたいな話ですけどでも少しでも安く買おうというマインドが働いたりとかでこの先消費税が下がるってことは消費が喚起されるってことは、えー、景気上向くぞっていうマインドであったりとかマインドってすごくその経済においても重要だってことですね人々は常に予測するということを考えるならばこのマインドっていうのはすごく重要な、えー あの観点だろうううといいうふうに思いますで今みんなどんなマインドかっていうことを考えるとどうですかね今みんなどんなマインド私は結構お話を伺う方々はもう夢も希望もないっていうようなまだ生きなきゃダメなんですかっていうようなもう死ぬ時期決めさせてほしいぐらいの,あの方もいらっしゃるってことですねお話を伺ってたらちょっと待ってくださいま僕の、まあ 肌感で言うと結構えー、っとまあまだ大丈夫やろっていう人の方が圧倒的に多いと思います、はい。で本音を言わないっていうのが結構日本人の特徴もあるんで僕海外生活とか結構長いんであの、まあ、政治の話とか海外だったらバンバンするんですけど、まあ、あんまり例えば仕事終わりの飲み会とか週末の飲み会だったらやっぱちょっと楽しい話がしたいっていうのがまあ普通の人だと思う。 ででそこでちょっと政治のまあ去年の夏の参院選とかの時期であっても <laughs> しないですよね。でするとんなんか難しいんかなっていう難しいがもう頭の根っこにとりあえず入ってるしまあ飲み直せきでなんで政治の話なんていうのもまあ多分そっちの方が大多数やと思うんですよね。だからまだなんかこうまあ 僕の親は残骸の世代なんで、まあ、ネットとかそういうのはもう超苦手な世界なんでまだ未だに東南アジアは、まあ、日本より劣悪くな環境で臭い汚いとかって思ってますけど実際行ってみたら、まあ、IT に関しては、まあ、日本はかなり後進国でもう w i f i とかも全然ないですし日本の場合は。だからそういうい、まあ、でも やっぱその年代が一番人口多いですしでその人年代の人は、まあ、ずっと、まあ、働いてきた自負もあるだろうし、まあ、選挙にもまあ投票行ってます、まあ、考えてるか考えてないか別としてありがとうございますえっとおそらくそれぞれ置かれたシチュエーションによってなんかどういうマインドなのかっていうのはバラバラだと思いますだからまだ大丈夫だろうと思ってる人たちもいらっしゃるっていうのはおそらく そこまでギリギリではないっていう人たちだと思うんですね行って余裕があるってことですねでまあ選挙の時にでも何か自民党以外になったら悪くなる可能性あるよねっていうような人たちもいると思うんです自民党以外の選択肢にしちゃったら今現状維持したいのにさ他に何か託したら悪なる可能性あるやんみたいなところでじゃあもういいよね っってていいうようううううよなな選び方もも結構あるんんだなっていうふうに思うと思とでですねでも現状維持なんて決してできません今のままでもってことですね実質賃金で見ても下がりっぱなしですから <laughs> 現状維持どころか後退し続けてますよ皆さんって話ですね、えー、物価は上がっていくけど強制的に消費税で一方で自分たちの収入が多くなってるわけじゃないっていうことを考えると実質賃金下がり続けてるってあれ出るかなまあ結構もう詐欺的な手法で、えー もうはっっきり言って詐欺的な手法って言っちゃっていいと思うんですよね詐欺的な手法要は口では結構でかいこと、えー、いいことを言ってるけれども僕も言われますよお前気候のいいことばっかり言ってそれ実行できへんやつやみたいなこと言われるんですけどちょっと待ってあのできませんこと言ってて約束したこと全部保護にしたりとかしてる今の政権なんで応援してんのって話になるんですけど、まあ、話戻りますね。えー、と <laughs> さここれれだけ見ようか。はい、すいすません。これ何が書いてあるかって言ったら、えー、っとこのブルーのラインが実質賃金指数の推移実質賃金どういう動きになってますかってことですねで、えー、っと始まりは1995年からですでこの最初のライン最初に上がって落ち込むっていうところが見られるのはどこかって言ったら1997年の消費税3%から5%なんですよ 実質賃金がくっとそこから下がって、まあ、ちょっと上がったりもしたんだけれども、ずっと下がりっぱなしだねってことなんですね。で、消費税5から8、5から8でも落ちて、一瞬上がったように見えるけど、結構横ばい、落ちて横ばい、だからずっと下がりっぱなしなんですよ、1990年代の後半から2017年まで実質賃金下がりっぱなしだって話なんです。だから、現状維持って何の話ですかってことなんですよ。 現状は悪くなるばかりですよっていうこ,とです、ね、でこの97年後半え1997年も含んでそうですけども2017年までのこの20年ぐらいの間政権どこが担当してましたかって話なんですけれども間3年ぐらいを民主党がやってあとは全部自民党なんですよ悪夢のような民主党みたいな話してますけど <laughs> 地獄の番人みたいなやつらが何言うとんねんいう話なんですね、はっきり言っちゃうと。で、えーと、詐欺的な手法っていうのは何かっていうと、当然、TPP、絶対反対みたいな話を言っておきながら、政権取ったら TPP、えー、もう超前のめりみたいな話もあるように、手のひら返しっていうのは結構ある。いい、えー、いつももいいことを言う,言うけれども全然 実質伴っていないっていうのが、えー、その詐欺的手法って言われるようなことなんだろうと思いますね、こんな発言を覚えてますかね、安倍総理が2013年ぐらいに、10年間で1人当たり国民総所得150万円増やす発言、<laughs> もうすっかり忘れちゃってますか、皆さん、そんなこと言ってたんですよ、皆さんの中でぐいぐい上がってるよ、この10年近くでってかでいらっしゃいますか。 いいやいやもう合ってるよ、安倍さんは、ぐいぐい上がってるから、うちはっていう人いませんか、いらっしゃらない、全国的にいらっしゃいません、で、えー、何かと申しますと、安倍総理、2013年6月、政権奪還して半年後、講演にて、こういうことをおっしゃっている、成長戦略の実現で、一人当たりの国民総所得、GNI は、足元の縮小傾向を逆転し、最終的には年3%を上回る伸びとなる。 10年後には現在の水準から150万円増やすことができるとの見通しを披露したと、すごいですね、はいえー、安倍総理の演説内容、2013年6月5日、はいえー、最も重要な指標、KPI とは何か、それは一人当たりの国民総所得であると考えています、まあ、ちょっと間抜きますね。 えー、あまあいいいいか読んだ方がいいななぜなら私の成長戦略の目指すところが意欲のある人たちに仕事を作り頑張って働く人たちの手取りを増やすことに他ならないからですつまりは家計が潤うことその1点です 海外経済にも恵まれて、この成長シナリオを実現できれば、1人当たりの国民総所得は足元の縮小傾向を逆転し、最終的には年3%を上回る伸びとなります、そして10年後には現在の水準から150万円以上増やすことができると考えています。ってことなんですね、本当ですか、それっていう話なんですけれども。はい えっとこのブルーとオレンジっていうのがあります、2013年から18年までの話なんですけれども、えー、そうやね、ブルーの方が、こっちで見ようか、ブルーの方が2013年度から年率3%で上昇した場合、こうなるよってこと、ブルーは、お隣は何かって言ったら、実際の額ってことですね、はいえー、先ほどの発言だったら、2013年から年率3%で上がってかなきゃなんないっていう話なんだけれども、えー、ずいぶん空いてますね、ここはっていう話ですね。 でこの GNI っていうのは注意が必要ってことです注意が必要っていうのは何かというと国民一人当たりの給与所得ではないんだよってことなんです何か GNI を給与や年収と同じと誤解しがちだけど全く違う GNI には企業の所得も含まれているだから企業が儲けても労働者に分配しなかった場合内部留保が増えるなどの場合には GNI は増えても給与は上がらない時代になっちゃうねっていう話なんですねはい でどうなってますかってことですけれども皆さんのは下がりっぱなしってことです企業だけ過去最高益ってことですね企業側に収益入ったとしても皆さんに分配できないようなもう政治がそのような状況を作り上げちゃってるんだってことです労働環境を破壊し企業には減税し企業にとっては景気が良くなって金が入ってくるっていう状態はあるけれども皆さんに分配するっていうような機能は潰されていってるから結果このような状態に陥っちゃうよねしかも、えー、実質賃金下がりっぱなし 消費税上がって、皆さんの、うん、物価は強制的に上がる。普通、物価が上がるときっていうのは、給料も、えー、給与も一緒に上がっていくみたいな。賃金も上がっていくっていうのがまともな成長なんですけど、そうじゃない。っていう話ですね。まあ、150万上がるって言われてもね、皆さんのお手元には届いてない様子で,ですね、これね。残念ながら。でも、それでいいんですよ、あの人たちは。どうしてかって言ったら、施政方針演説出るどうしてかっていうと、 企業側に多く利益が行くということで、それでいいんだと。皆さんの手元には届かないっつってもしょうがない。だって、2013年の2月に、安倍総理が施政方針演説、私たちはこういうことやってきますよっていう場ではっきり言っちゃってる。世界で一番企業が活躍しやすい国を目指しますってことですね。こういうこと言っちゃってるってことなんですよ。嘘ついてないんです、ここは。そこに命かけてる。本当に精一杯誠実に仕事されてます。 <laughs> その塩わへせ行くのは皆さんみたいな話になってるんですけど、これまずいよねってことなんですよ、企業側が要求することを全部叶えていったとしたら、結局、冷やがんの誰ですかって言ったら、この国に生きる人々ですってことですから、これ、変えていかなきゃなんない、それ、変えていくために何したらいいかって言ったら、やはりみんなのマインドが変わっていくようなことを、私はやるべきだろうと、実際に、えー、なんだろうな、えー、景気回復、この道しかないって、すごくいいスローガンなんですよ。 今僕が欲しいぐらいです。ね。その道ってどの道やねんって話なんですよ。今、今、<laughs> この、これまでの7年間見てて、お前落ち込みっぱなしじゃないかわしらっていう話なんですね、本当は。この道でその道違うかたん違うか、みたいなね。えー、道半ばでございますって、いつまで道半ばやねん、みたいな。<laughs> ゴールどこに設定しとんねんって話なんですね、これ。多分設定できてないんでしょうね、おそらくね。まあそういうような中で、もう政治に対して、 あのいいなって思えるる期待するよしみんなでやっていこうって思えるようなマインドにはもうないってことですねおそらく多くの方々でもそうは言っても今の自分だけでもなんとか生活やれてるしまあそこそこ悪くない生活じゃないのっていう人たちにとっては今のままでいいやっていうふうに思えるかもしれないけどとんでもないと。要は 自分だけ勝ち逃げできるなんて滅多なことがなかったら無理ですよってことなんですよ。よっぽどのお金持ってない限りは、よっぽどの資産持ってない限りはってことですね。だって、みんながこの国に生きてて、多くの方々が生活が厳しい状況だったりとか、倒れていくような状況にあったときに、あなたが影響を受けないはずないやんってことなんですよ。そう考えたときに、やっぱり全体的に底上げをしていきながら、 一人一人の生活が底上げされていきながら、この国の経済が成長していくっていうようなことのためには、やはり、あのー、あ、なるほどと、消費税10が5になんの、その先ゼロ目指すって言ってるわとかね、すごく分かりやすいって話ですね。うん、っていうような、まあ、中にはできないって人もいます、そんなこと。あ無理やろ、そんなこと。ってえ何 時給1500円最低賃金、それ、政府が保障する形で、これ全国一律でやんのみたいな、そんな無理に決まってるやんみたいなことを言われるんですけど、その人のマインドはおそらく、もう、てっきり自分が官邸にいるようなマインドなんですよ。てっきり自分が企業経営者になってるようなマインドなんですよ。でも違うんですよ、実際は。実際は違うんですよ。もう、確実に切り捨てられる人なんですよ。 確実にそう考えた時にそういうあの最上段から物事を語るっていうのもまあ気持ちいいだろうけれどもそうじゃなくて一緒にひっくり返してやろうぜそれができるんだからってことですね一人一人が権力者なんだからっていう本当の意味での権力者マインド本当の意味での試験財民マインドっていうものをもう一回みんなの中でシェアしてこれひっくり返していくってことに私は力を注ぎたいなと思ってます。 で何よりもやらなきゃいけないことは何かってことここから話していっていいですか、時間的にもうもうそろそろかな、すみません、いいですか、ここから、じゃあ何をやりたいのどうやって、あどうぞ、どうぞ、ありがとうございます、えっ、ー、と、何をやっていきたいのってことなんですけど、消費税やめたいんですね、野党共闘ってことで、永田町の中で、えー、と話が理解されるのはおそらく5%だろうというところで、今5、5%って話にしてます、そんなお前、政策変えんなよって言われることあるんですけど、変えてません、消費税はゼロのほうがいいんですよ。 だって物が売れないんですよ。消費がなされないんですよ。それによって投資がなされないんですよ。それによってお金が回らないんですよ。そこに政府が緊縮財政なんです。お金絞ってるんです。20年以上ね。じゃあお金余計回りませんねっていうところに消費税上げてるんですよ。これによって消費が弱るんですよって。で、ただでさえ回ってないお金の中からまた絞り取ってんですよってことですね。さらに景気は後退していく以外。 なないいっていう状況なんですねだから消費税がゼロになるとなれば当然景気は上向く以外方法がないんですねだって2%上がるっていうだけでティッシュ買いに行ったんでしょって2%上がるっていうだけで何か買わなあかんみたいな気持ちになったでしょってその逆なんですよってこれまで我慢してたもの買いたかったもの食べたかったものっていうところにリーチしていくってことですよね年間 消費税10%の段階で、大体年収200万円ぐらいの人たちは、年間で消費税に1か月分ぐらいの給料を取られていると。ことを考えるならば、じゃあ消費税やめますってことになったら、1か月分の給料を戻すのことと同じなんですよってことなんですよ。給付と同じです、これ。今まで取ってたものを戻すんだからってことですね。じゃあ、それ何に使いますかってことですよ。当然、これまで我慢してたもの、必要だったもの。 そういいううものに消費が流れていくだろうみんな考えるわけですよ、ね、そうかそうなったらこれを買いたいあれを買いたいってなったら当然経営してる人たちだって何が必要かこれ大減税始まったとしたら今の体制ではやっていけないな人を雇うしかないとか人を雇うにしても今の賃金じゃ来てくれないだろうから高めに出すしかないかとか。 今のままじゃこれあれだからちょっと新しい機会を入れようかとか消費税がこれから大減税しますということに対してみんなそのマインドになっていくわけですよね予測立てるわけですよねということで実際にその消費税が、えー、減額されるもしくはなくなるっていうような前から当然動きが出てくるって当たり前のことですねでこれをやって誰が一番助かるか結局この消費税の廃止もしくは減税ってことですね これに対して誰が一番助かるかって言ったらおそらく中小零細が一番助かるだろうと個人事業主もそうだって消費税払えてませんっていう人たち税金の滞納の6割もいるんでしょだって消費税って預かってるもんやねんから払えないって状況あるわけないやんかみたいな、えっと、全然わけのわからんことを言う人いるんですけどね そうじゃなないってことなんですよ予定納税みたいな形で事前に払わなきゃいけないみたいなその売上に順次で年間何回かに分けたりとか年の半分に分けて一回払わなきゃいけないとかっていうような人たちもいるわけですからどんどん圧迫されていくってことですねこれがなくなったとしたら中小零細個人事業主に対してはこれかなり重い十字架を下ろ,す下ろしてもらうことになるその後当然物は売れるようになっていくっていう話ですから これ、景気回っていくんじゃないですかって。景気回っていく上で、じゃあ、この財源どうしますかって言ったときに、私は法人税に対して、累進性っていうものを入れたいってことですね。儲かってて、儲かってれば儲かってるほど、パーセンテージ上がって、儲かってないとき、パーセンテージ低くなるってことです。累進性。あれ出るかな実際に見てもらった方がいいかもしれんね。29兆のやつだよ。で、今、あ、 Okay、これかなその前の説明どこから行きたいな、ごめん、はい、えー、つまり何かといったら、今の法人税つっ,ったら、フラットっていう形ですよ、単一税率です。フラット、この単一税率なんだけれども、ここから大割引されるのは大企業だったりするわけですよねって、税の割引のシステム、80以上ある。けれども中小零細とか えー、そういうところできますかってそういうのを利用できますかってことですねじゃあ得できるのはそういった大きな企業になっていくだろうってことですこれじゃあちょっとバランス悪いんじゃないですかってことなんですねだからそういうのやめようぜっていうことをしていったらどうなるかってことなんですけれども、えー、大企業への優遇税制をやめますで先ほど言った累進制 法人税に累進制を導入、例えば5%、15%、25%、35%、45%、5段階にした場合に、税収どれぐらい増えるだろうかということを、2016年の法人税から考えていくと、19兆増えますっていう計算をした人がいるということですね、こういう資産があるということです。19兆円あれば何ができるかってことなんですけれども、19兆円あれば、えー、消費税5%にできます。その財源13兆円ですから。 ってことは、3兆,兆円余るってことですね。6兆円余ったお金で何ができるかって言ったら、これ、555万人に対して奨学金チャラにするのに9兆円ですから、その多くの人たちを全員とまではいかないけれども、チャラにした上で、残った人たちに対しては、利息分だけ、まずは、利息分だけ国が肩代わりするような形も取れるってことですね。もう本当にあの単純でごめんなさい、そういう話です。で えー、そんなことしちゃったら企業側が実質儲かってる時にはこれまでよりも高い税率でお金を払わなきゃいけないって言ったら企業を海外逃げるでっていう人もいますでもそれは違いますっていうのを2018年のやつで見てみようかはいありがとうございます2000これ、えっと、経済産業省が経済産業省が調べをしてます 海外に出ていく、海外に投資しますっていう企業に対して、どうしてそういうことするんですかってことを聞いたときに帰ってきたアンケートの結果。2018年バージョンですね。はい、えー。経済産業省海外事業活動基本調査。海外進出を決定した理由を教えてください。はい。第1位。これ複数回答 OK なんですね。68.6%。現地での製品需要が旺盛、または今後の需要が見込まれる。 物売れなななきゃ意味ないんんだよよってことなんですよ今の日本は20年以上物なかなか売れない売れたとしても安いもん超安いもんどん底への競争しかしようがないっていうのは中にいるだから行くんです海外にで第2位25.9%進出先近隣三国で製品需要が旺盛または今後の拡大が見込まれる 言ってる国だけじゃなくて、その周辺もね、物を買ってくれそうなんですわっていう話なんですね。物が売れなきゃ意味がない。だって、投資してんのにリターンなきゃ意味ないでしょ。日本国内でリターンないんですよ、投資しても。っていうことですね。で、えー、まあ、第3位は、納入先を含む日本のに他の日系企業の進出実績があるとかなんですね。1位、2位、3位、こんな感じ。あれ税金が安くなかったら海外に逃げていくって人たちいるんだから。 それを目当てで海外に出てる人もいるでしょう。どうして入ってないんですか入ってます。第8位、8.7%。税制、融資等の優遇措置がある。複数回答 OK で8.7%しかいないんですよ。税金安いから海外に行くっていう人が。一番重要なのは何なのかって言ったら、1位、2位、2位、も集中的にもうこれ、はっきりしてるんです。ものが売れなきゃ意味がないってことなんですよ。 税金が儲かってる時には税率高くなったとしてもこの国の内需っていう部分がフル回転している状態だったら当然ここで商売やるでしょってことなんですよ日本の企業なんだからってことですねじゃあ何ができるかっつったら当然消費を喚起するみんなが物を買えるような状況にしていくっつったら消費に対する罰金やめるっていうのが一番早いって話ですよ で話戻りますね。そのような形で私は法人税の累進性を強化していく大企業へのそういったインセンティブっていうのをやめるでこれは事実上中小零細にとっての減税策なんですよね法人税の累進性フラットじゃなくなるわけですから単一の税率じゃないから儲かってない時には身の丈にあった 儲かっている時にもそうですけど、身の丈に合った納税で済むっていうことになるんですよね、そういう形でやっていきたいってことなんですね、でまあ、これで16兆19兆か、19兆円っていうものが先ほどの、えー、法人税の累進制で、えー、担保されるっていうような資産もあると、他にも法人税じゃないわ、えー、所得税、所得税ですね皆さん給料もらったりとかして払ってるってやつですけど、そっちも最高税率を上げて、お金持ちにもうちょっと負担してもらうようにするってことですね。 で株とかは分離課税で低く税率を抑えられてるって話なんですよ。そういうのもやめるってことです。全部所得税で取るって形をする。見て見てこれ、1974年、私が生まれた年、最高税率75%、75%だけじゃなくて、そこから刻みが19もあったんですよ。とにかく逃がさないってことですね。それが2015年代に入ってからどうなったか、最高税率45%で7段階。 刻みもすごく緩やかになったってことですねこれで得してんの誰ですかって言ったら当然所得多い人でしょって話ですでこれよく新聞とかで見ますよねこの赤いライン何かっつったら所得税の負担率を表しています負担率を表しててピークがここあれこの先はって話なんですこれえー、っと200万円ぐらいそうですね年収200万円ぐらいから右にずーっといくと100億円超えるんですよ けれども、所得税の負担率のピークがここってどういうことって話なんです。100億は本当はこうなっていかなきゃだめでしょこう。けれども、どうしてここがピークになるかって言ったら、大体いい50億とか70億とか80億とか100億とか儲けてる人たちは、そもそも給料でそれをお金もらってないってことですよね。株からの利益、金融資産、金融資産からの所得。でもその場合には分離されて、 低く税率が抑えられるから、こういう現象が起こると、そんなんずるないって話なんですよ、ずるいですよね。そういうことではなくて、すべて同じように所得は所得として、総合課税って形を取ったら、どれぐらいのお金になりますか、えー、先ほど、えー、試算してくださった方ですね、そのようなやり方でやった場合には、10兆円ぐらい税収になるよっていう話なんです。 じゃあ先ほどの法人税の累進性と合わせたら29兆円ぐらいになるねって29兆円あったら何ができるかって言ったら消費税やめられますよね26兆円ですから3兆円余るっていう話ですかねもう簡単にですけどねもうこんなこんな資産信じられへんっていう人もいらっしゃいますけどだったら政権取って財務省に計算させたのが一番早いですねってことですねで話戻るとえー、っとあと何分ぐらいある大丈夫 あのね、税の話をしないとみんな納得しないんですよ。財源は税しかないって思ってる人たちが圧倒的に多いんですよ。みんなのお金集めて分配するのが政治でしょって、確かにそういう面もあるんですけど、財源は税金だけじゃないっていうのが私たち、令和新選組の考え方。 税金しかやり方がないんだったら、法人税は累進制で、所得税は最高税率を上げてっていうようなことをやっていって、代わりの穴埋めをしなきゃなんない、けれども、税以外にも財源はあるというのが、本当は一番重要な部分なんですね、そこについてお話ししていいですか、すみません、ちょっと水飲みますね、はい、すみません、えっと、つまりなんなんだよ、税金じゃなくてどうやって金作るの あのね、政府の借金ででですすす国国いいううやつですかはい、そうなんです国債政府の借金増やすってただでさえ今、借金いっぱいなんちゃうの、はい1000兆円超えてるらしいんですよ、でも、それやりたいんです、うわやばいな、山本、そう思われた方もいるかもしれない、このまま日本が借金を続ければ、もう財政破綻だろうって思われる方、どれぐらいいらっしゃいますか。 ありがとうございますおそらく1割,1割5分、ありがとうございます、えっと。じゃあ今、このままじゃ財政破綻だろうと思われた方に心の中でお答えいただきたいんですけれども、どうなったら財政破綻なんですか、何をもって財政破綻だと思われますか、お金が返せなくなったら財政破綻ですか。 一般的には、もう貸してくれる人いなくなって、返せませんっていう状況がもう確定。この先日ッもサッも行きませんってことになった場合には、これ、破綻ですよね。じゃあ日本はそうなるんですかねそうならないんですよ。どうしてかというと、日本円で借金してるんです。日本円で借金をしてて、 日本円を発行する能力を持ってんですよ。通貨発行権。日本円で発行してて、借金返さなあかんってなったら、自分たちでお金作る能力があるんですよ。最終的な貸し手が居続けるってことです。この状況で破綻ってあり得ますか返せなくなるっていうリスクはありますか返済不能になりますかデフォルトしますか しようがないんですよそれを認めてるのが財務省なんですね2002年にそれがはっきりとしていますっていう話です今も財務省のホームページに載ってある、えー、案件です何か2002年に、えー、世界の三大格付け会社 S&P、フィッチなどがですね、えー、日本の格付け、国債の格付けを下げるってことを決めたそういう話なんですおいおい何下げてくれてんねんっていうことで財務省が反論をした その意見書、その意見書が財務省のホームページに今も見れるようになってます。外国格付け会社宛て意見書、なんて書かれているか、3回にわたって反論してるんです。その一番わかりやすいところ、日本円で借金してて、どうして返済不能になるんですか、デフォルトなんてなるはずないでしょってことを言っている、読みます。財務省のの反論日米など先進国の 自国通貨建て国債のデフォルトは考えられない。そう言ってんです。円建て国債の支払い不能っていうことは考えられないってことを言ってんです。だって、日本円で借金してるんでしょ日本円発行する能力あるんでしょどうやってデフォルトになるんですかって。債務不履行なんてなりようないじゃないかってことを財務省自身が 三大格付会社に対して言ってるんですあってんですよ、財務省言ってること。でも今、財務省的なものが振りまいてる空気ってこんな感じじゃないですよね。どっちかっつったら、破綻するのを避けるために借金返さなあかんから、えー、じ消費税上げてる、税金高く取るみたいな雰囲気。でも全く違うってことです、本当は。そういうい話なんですじゃあ何か 日本円で借金するんやったら、無人像に金すりまくってみんなに配りまくれるってことですかそうではない。上限あります。上限があるんだってことです。上限って何ですか生産能力。この国の生産能力を超えるまでお金を作って、世の中にお金を回し続けるってことをやったら、ダメよってことなんです。どうしてインフレになるから。やりすぎたら、 インフレが悪化するからってことなんですえじゃあ、例えばよく言われるのが、えー、そういうことを山本が言う、何、日本円で借金してて、えー、日本円で借金をして、日本円を発行できるんやったら、なんぼでもやっていいみたいなね、あの雑なことであのレッテル貼られるんです。そんなことになったら、ハイパーインフレになるじゃないかって言われるんです。でも私はそうは言ってない。インフレが悪化しないまではやっていいっていう話で。 無人像にできるわけじゃあその上限は何なんですかってことなんです上限は国が言ってる日銀がすでに言ってるインフレターゲット2%ってことですよねインフレの上限2%に達するまでは金の量を増やしてその金がみんなに回るような投資をするっていうことをしなきゃいけないのが今の政権だったんだけれどもやったのは金融緩和 お金の量を増やしただけってことですね。しかもお金の量が増えるのは、それぞれの日銀の中にある各銀行の口座だけですよ。ここからお金が世の中に流れていこうと思ったら、資金需要、すいません、お金借りたいんですけどっていう人たちがいなきゃ、お金流れないんですよ。でもデフレ20年で投資するようなぶっとい人、そう多くないってことですね。 だからお金の量だけ増やしてもしょうがないってことなんです。実際にお金が回るようなことをしなきゃいけなかったって話、話戻ります。日本円で借金をしてて、日本円を発行する能力があるんだから、返済不の債務不履行、デフォルトなんかなるはずない、これは日銀と、日銀が言ってるんです。山本だけじゃない、日銀が言ってるって話です。じゃあ、それ、どこまでできんの上限は何インフレの上限、日銀が決めた、日本,日本政府が宣言した。インフレ 2%になるまでは最大限お金を作って、お金を投資していいって話です。そのインフレ2%って何なんおそらく日本の生産能力の状況を見て、世界的先進国、先進国が成長してるっていうのを見て2、2%ぐらいが上限だろうってことを言ってるってことですね。じゃあ、どういうことか、要気見して、ごめん。インフレって何なんですかデフレって何なんですかっていうところを少し。 すいません。ありがとうございます。はい、バケツがあります。蛇口がついてます。このバケツは何ですか？このバケツは生産能力。さっき言いました。国全体の生産能力を超えない、超えない、超えない間は、国がお金を出してみんなに回していいんだって話でした。このバケツが 国の生産能力、で注ぎこまれる水がこれ総需要、お金、政府がどんどんお金をつぎ込んでいっていいんだよ、このバケツいっぱいに満たすんだよってことです、いっぱいに満たしていいんだよ、だってね、これいっぱいに満たさなかったら左側みたいに隙間が空いてる、この隙間は失業っていう人たちがいるってことになるってことですね、これを埋めちゃう、そこまでは精一杯国がお金を注入し続けていいんだってことです。 この総需要、どんどん増やしていく消費だったり投資っていうところにつながるような国の投資を行っていくっていうことですねで、このバケツいっぱいになったときには完全雇用が実現する完全雇用って何ですかワーキングプアとか、えー、非正規とかが、えー、ちゃんと生活賃金がもらえるような状況になってくるでもこれ、どんどんこれお金水をそぎ込むと当然溢れますよね容器から。 で溢れる状態がインフレっていう状態でそうなってもまだまだお金注ぎ込むのをやめなかったら当然インフレは悪化しますってことです水が大量にがんがん溢れ出してるのにまだ蛇口を閉めないってことをやり続ければ当然インフレは悪化そのインフレの悪化を防ぐためにお金を水を抜くって道を作ってあげるってことですね それが税金なんだっていう話です、はい、人々すんごい景気が過熱してってことですね世の中にお金が回りすぎてやばいインフレがどんどん悪くなっていくっていうふうにならないようにお金を間引いていっちゃうんだってことなんですねどうやってですか税金でじゃないですか、はい、税金って何のためにあるのかってことなんですけれどもそのバケツからあふれてる水を吸収していくために 途中で逃がすためにあるんだっていう考え方人々の購買力を削って総需要消費投資を国の生産能力の範囲内に抑えることでインフレを抑えるっていう役割があるんだねってじゃあ実際にどうやって税でそんなインフレとかコントロールするんだよってことなんですけどもビルトインスタビライザー景気安定装置法人税所得税の累進化さっきの話ですね 景気が加熱してって、どんどん儲かってっていうところには、当然パーセンテージ高くなっていくわけですから、お金を吸収していけるわけですよね。そういう形でやっていく。そんなの実際にできるのって方もいらっしゃいますけれども、大丈夫でしょう。だって、高校生が授業で使っているような資料集とかにもちゃんとそれが載ってます。はい。右下には何て書いてあるか。えー、不況の時にはどうすればいいんでしょうか減税をします。他にも。 交際の発行公共投資の増大って書いてありますそうすれば有効需要の増大ってものが見込めるんだってことが書いてあるんですね景気を刺激するんだよって刺激したらどうなりますかってたらどんどんこれあのインフレに近づいちゃうかもしれないね、えー、景気安定させるために何が必要ですかってったらこの左側に書いてあるのが、えー、景気を自動的に安定させるビルトインスタビライザーって書いてあるんですよ 何か累進課税、高校生でも習うことってことですね、山本が勝手なこと、後藤向けなことを言ってるわけじゃなくて、そういう話だってことです。ってことは何かっつったら、2%に達するまでは国が、国の借金と言われてるのは国債は発行していいってことなんですよ、額じゃないってことなんですそれ以上になったら破綻するって何年言われてますかってことなんですよ。 もう20年ぐらい、もう日本は破綻する、破綻するって言われてますけど、一向に破綻しないんですよ。それはそうだよって、額の問題じゃないんだってことなんですよ。生産能力、超えるところまでは最大限やって、底上げをしていくってことをやらなきゃいけない、どの国もやってるってことです。どの国も国が借金をし、そして人々に投資をし、底上げをする、だから成長してるし、緩やかなインフレだっていう、当たり前の状況を手に入れてるってことですね。 どうしてこの国それやらないのってことなんですよ。全く意味が分からないってことですね。じゃあ2%、最後に2%でどこまでできますか、じゃあ2%インフレ、インフレターゲット2%まで最大限じゃあ,あお金作って、それをみんなに投資するってことで、例えばどんなことができるかってことを考えたときに、えー、消費税で見てみます、すみません。参議院の、えー、調査情報担当室っていうところがあって、 そここに計計算算をしててもらったったとですねどういういか消費税5%に減税したら物価の上昇率、インフレ率どれぐらいになるかだって2%が上限ですからインフレ率、むっちゃ高なったら無理ですよ、これできませんでもう1つ消費税の廃止っていうものもやった場合にインフレ率どれぐらい上がるかでこれの財源は全て国債です、政府の借金。 っていう形でやったらどれぐらいまでインフレ率上がるのかってことをシミュレーションしてもらいました参議院の部署にしたら2020年から消費税を5%にした場合の物価上昇率どれぐらいになりますか答えはここ2年目に物価上昇率のピーク0.7%まで上がりますってことなんですけど。 消費税5%パー、その財源13兆円すべて新規国債の発行で賄っても、物価上昇率のピーク、0.7までしかいかない。ピークですから、そこから落ちるんですよ。ってことは何かって言ったら、余裕でできるって話なんですよ。やりゃいいやん。どうしてやらないの続いて、2020年から消費税をゼロにした場合の物価上昇率、財源はすべて新規国債。答えは 2年目に物価上昇率のピーク、1.2%、物価上昇率、インフレターゲット、いくつでしたっけ、上限いくつでしたっけ、日銀が言ってんの、国が言ってんの、2%ですよね、でも1.2%までしか上がんないんですよ、ここがシミュレーション、点線部分がシミュレーション、えー、減税します。 したら、物価は、えー、マイナス5.4%まで一度落ちます。落ちたところから、当然、物が売れるようになったりとか、物価上昇や賃金の上昇を経て、ピークを迎えます。これが2年目。で、1.2%までしか上がらない。それどころか、その先、落ちていくんです。ってことは、つまり何かって言ったら、消費税廃止を、全ての財源、 国債でやったとしても、物価上昇率、その上限というものには達しないばかりか、そこからさらに落ちていくんだから、さらに違う投資をし続けないことには、この国の底上げ、一般的な,、えー、一般的な世界の先進国であったりとかの成長率っていうところにまでは、到達しないってことなんですよね。じゃあ、これやりゃいいやんと思うんですよ。困りますこれれやられたらた困る 困る方い、やりしちゃったら、それでもそうは言うても、これ、やばいんちゃうかって、まだなんか思われてる方、いらっしゃいます、そんなことよりも、はよ帰りたいから <laughs>、終わるのを待ってんねんやいう人もいるかもしれない、じゃあそちらの方、あちょっと待って、そのまま手を挙げておいてください、マイクフォローしますので、左側、正面左側です。あ,ありがとうございます。 あの山本さんの説明で、そこで私はいつもちょっと、えー、偏っているあの認識があるんじゃないかなと思うんです。それが、えーっとですね、インフレ、デフレという状態を導くのにです、ね、あの金融市場のクレジット、レバレッジ、そういう要素が大きく働くという。 考えを持っている経済のを考える人がいるんですね。ほんで、クレジットの総額を政府の統計みたいなんで把握できるんでしょうか。それが、ちょっと、今の説明だけでは、あの、生産性というだけであればですね、あの、クレジットという要素が伸びてるんです。と思うんですね、私。だから、インフレが大きくなる前に、 強制するのであればあの、どういうんですかね、クレジットのソース、レバレッジの程度、いう把握が必要でなかろうかと思います。その点についてのお考えを。あちょっと待ってください。ちょっと理解できてないです。何ですか金融商品に関するお話ですかそうです,そうです、そうです。その分でですね。金融,金融商品、ちょっと待ってくださいね。いや、<の>金融商品いうんじゃないんですよ。要するに、 えと各国のお金の流動性でもですね、えー、ドルを基軸としています。で、新興国にお金を、お金が流れる、その仕組みの詳しいことは私は理解してないんですが、で、その政変とかなんとかあったりとかですね、アメリカの政策に反対した場合は、 そういうドル資本投資した資本が逃げるというようなことで為替が変動しますよねだから要するにあの生産性だけ言うのが死んじゃないという経済のを評論する人もいるんですクレジット要するに、あのー、今回は出てないですけど、あのー、どない言んですかねえっ、ー、と 山本さんのそのスライドによく出てきます。経済のインフレ運の言う場合は水があふれますって、それただ単なるインフレなんですよ。で、ね、だけど、ある人が言うにはですね、あの、インフレでもいいインフレと、要するにレバテッジが大きくなれば、 制御できないような状態になるというのを注意せないかんとだから要するに政府なりその金融業界なりがレバレッジの総額がいくらになってるかいうのが把握できないらしいんですよ分かってくれます あ、ごめんなさい、分かんないです。えっと、ですはい、あのね、<laughs> すみませんね。いや、でもお金の総額は把握できないとおっしゃったので、把握できないです。だからね、いや、はい、その分でもです。あのね、えっ、ー、とリーマンショックでしたか。その時にアメリカの例ですけど、アメリカの現金流通 CA は3兆ドルしかなかったんです。だけどクレジットとレバレレバレかージを利活したああそういうクレジットの業界では 50兆のお金が世界中に流動していると。だからそこのところが、あの、山本さんのインターネットをよく見させてもらうんですけど、そこのところはもう少しちょっと合点がいかんのですね。 偏りではなくて、お話になっているのは、金融市場に対してお金がたまに込んでいっているっていう現状、過去からの現状のお話をなさってて、私が言っているのは、金融市場にだけお金が広がっている状態じゃまずいので、いやいや実体経済にお金をいかに流すかということをやっていかなきゃな,らないといや、それがですよ、要するに昔の、どの辺ですか、1920年代の,あのアメリカの株価暴落がありましたね。それがずっとを引いて デフレ状態でで世界中不景気になったでしょだからいやその分でもあれですよその金融のドラインですか現金要するに日本政府が印刷したお金言うたら私ちょっと不ら議なんのですけどリーマンショックの時の分のインターネットで見ましたらあ今先ほど言ったように3兆ドルしかドルは印刷してなかったんです。 だけどクレジットということでお金の信用度というのは50兆ドルの経済の活動を世界的にしとったんですよ。だからそ,そちらの方が政治政策するにしてでも把握してないとですね悪いインフレが起きると。だからあの昭和の時代みたいなんで私の時代の分はそうですね。定期預金があ 何か三パーセント五パーセントいうぐらいだったらね五パーセント以上っつったら十年定期預金しとったら倍近くになったというような時代もあったですけどね。ありがとうございます。ちょっと,、はい、ょっとまたその件またあの帰って掘らしてもらいます。すみませんね。それはね課題としていただいたということで。はいはい,はい,は,い、はい、はい。ありがとうございます。だか把握できたらそういうインフレを制御するのがその水槽のですね蛇口を じゃあこっちから税金でというだけではない,ないんじゃなかろうかと思うんです。 実体経済にお金を回すということでっとっっ実体経済にお金を回していくという中で日本の国内でどういうふうにやっていくかということを考えたときにそのどのような状態でインフレになるのかってことこですね国がお金を出していくいろんなことに投資していくけれどもその生産能力、えー、人材であったりとか資材であったりとかいろんな生産能力というものに、えー、っと生産能力を超えるような状態になったら当然それはインフレになるだろうと。 いうような状況なんですよね。でそれに対しておっしゃってるのはもっとそれ以外にもえ外的要因でえー、っとインフレになるようなものもあるんじゃないかということだと思います。うん確かにそう思います。例えばそれが原油であったりとかっていうようなことでインフレっていう部分まあ、えー、コストコストとして上がっていくっていうのこともあるだろうし、いろんな要因はあるだろうけれども今おっしゃってくださったことに対しての私がごめんなさいね答えを持ってないのでまたそこら辺ちょっとあの書き起こししたりとかしながら、えー、どういうお話だったかってことをしっかりとまた認識できるようにしたい。 す。他ございますか、えー、とあじゃあどうぞ <laughs> えとはい 60秒、えー、言語を読ませていただきます消費、えー、税廃止をぜひとも実現していただきたい、でもその道のりは長いように思います、えー、一部でも早急に、早急に消費税ゼロを実現していただけないでしょうか、20年後、30年後の日本の社会を担い活用、活力を与えるのは乳幼児を含めた子どもたちです。 えー、その子どもたちを養育し、教育している保護者の皆さんは未来の国づくりに貢献されています。この人たちに消費税を負担させる政治は未来の国づくりを真剣に考えているとは思えません。今、この人たちが支払っている消費税をまず0%にすることをご検討いただきたい。もう一つ、山本太郎さんのご,、えー、ご活躍を見るたびに、幼少期にお母様から受けられた教育が素晴らしかったんだろうなと想像します。 今、共働きをせざるを得ない家庭で育っている子どもたちは増加しています、その子どもらの家庭教育は保育所、学童保育に任せになっていると言っても過言ではありません、教育格差の一員になっている学童保育を学童教育にしていただきたいと思います。す。ありがとうございまありがとうございます。 あの消費税ゼロにするってことを検討するどころか、私たちはもう消費税ゼロにしなきゃならないという考え方です、ただ、それ、消費税ゼロにするためには、私たちが、えー、政権取る以外ないんですよ、だとそれならば、それいつになりますかって話ですね、これ分かりません、はっきり言って、まあ、究極言えば、次の選挙、衆議院選挙で私たちが大勝ちできるような感じになればいいんですけど、現実的にはそうはならないだろうというふうに思うんですね。 だ参議院選挙見てみてって、私落選してますよって話です。そう考えるならば、当然、それはステップバイステップでいくしかないだろうと、今、超小規模な政党だけれども、次の衆議院の時には単独でやるということならば、少し中規模に近づくような形っていうふうに、ステップバイステップでしか進んでいけないんだろうというふうに思います。えー、一方で、えー じゃあ私たちが政権取るまでは消費税増税するしかないんで、えー、そこのとこ皆さん、えー、その先に廃止があると思って一緒に頑張りましょうなんて私は言えないってことですね。どうしてかというと本当に消費税ってもので苦しまれてる方々だったりっていうのをあのあのお会いしてるからですね。当然もうこれは日本の経済 人々の生活を底上げして日本の経済再生っていうところにつなげるには消費税はゼロしかないという思いですがゼロは目標として持っておきながらまず第一歩として一番減税に近づく方法っていうのは野党で手を組んでっていうのが一番話早いんですよ一番話早いんですなので次の衆議院選挙では野党共闘っていう部分に関して消費税5%にあの減税ってことをメインの政策 で旗を振るってことを約束してくれるんだったら一緒にやりますということを話してます、うん、もちろんゼロを下ろすつもりはないですゼロにした方がいいんだから少なくとも、えー、と消費税5%にした後にゼロになるとかっていうの流れよりもいきなりゼロにした方がガンと上がりますよ当然で逆に5になった後にゼロ目指していって1回もう1回3にしてその後ゼロになるみたいなことをやってたらみんながまた予測するわけですよね あこの先多分もっと下がっていくんやろうなってことを考えた時にじゃあ大きい買い物はゼロになってからにしようかみたいなことになったとしたらこれ元も子もないなって話なんです結局あの先々ゼロになるものに対して今3%分大きく取られるのバカらしいからもうちょっと待とうぜみたいな話になっちゃうとそこでも冷え込みが発生するようなことになっちゃうかもしれないので私は一気にやってしまいたいっていう気持ちが強いっていうことですね。けれども 政治状況を見たときに、私たちがいきなり次の選挙で野党第一党になりました、衆議院でみたいなことは、なかなか起きづらいだろうから、ならば野党の力を合わせて5%を確実なものにして、そこから先はまた別ですよ、そこから、えー、日本の経済状態が、やっぱり消費税を5%にしたことによって、これ、上向いたってことが分かれば、減税しようよ、もう一歩行こうよっていうような話にしていくってことですね。 そこに乗ってこないんだったら次こそじゃあ単独でやらせてもらいますっていう話にはなるということだと思います。なので、一気にゼロになればいいんですけどね、でもなかなかそのなんだろうな、そこはちょっとワンクッションというか、1段上らなきゃだめなんだろうなというふうに思います、あのまあ、5%でもまだあのちゃんと話がついてないですから、おそらくでも選挙が近づいてきてとていうことになれば、話はもうちょっとスピーディーに決まっていくと思います。 今、いつ選挙があるか分からないというところなので、えーと、そこまでまだ焦ってはいないとは思うんですけど、うん、えっ、ー、と、あで、子どものあれですね、居場所問題です、もうそれ究極はね、なので、あのもちろん子どもの教育っていう部分に関して、なんだろうな、学校でしか受けられませんっていうような教育だけじゃなくて、当然、もう居場所として、いろんなところで教育も受けられるだろうし、しかも教育どころか、いてるだけでいいよっていう場所も、私は必要だと思ってます。 あのこれは子どもに限らず大人も、すべての世代に対して、とにかくあのいてるだけでいいよっていう、もうあのテレビ見たかったら見ていいし、本読みたかったら読んでたらいいしっていう、その人の誰にとってもセーファープレースって言われるようなところが、持てるような状況じゃないとあの、ここまで世の中が壊れてる状況の中であの、なんだろうな、そういう部分が非常に重要になってくるんだろうなというふうに思ってますありがとうございます。 えどうしよほかな他にございますかあとじゃあえっとねあとね3人あと3人でえっとごめんなさい、ね、もう終わらなきゃいけないんであと3人で30秒ずつ <laughs> それが約束できる方だけ手をお上げくださいありがとうございますえー、っとねちょっと待ってくださいこれ逆に選びづらいな <laughs> えっと女性の方もいらっしゃらないんですねあじゃあそ,そちらの非常口の方 あなたです、はいほかにいらっしゃいますかもう3人決めちゃおうじゃあそこの眼鏡の方でもう一方どうしようかなじゃあ一番後ろ眼鏡をかけたあなたですね覚えておいてくださいね今当てた方はい。どうぞあ きょうはありがとうございました、高松市議会議員の太田と申します。えっと、太郎さん、かねてから、えっと、全国の地方議会議員と緩くつながっていきたいということをおっしゃってるんですけれども、えっと、ど,どういうふうにつながっていきたいかっていう、ちょっと明確なビジョンとかがあれば教えていただきたいなと思います。よく言われるのが、令和の看板背負って次の選挙やりたいんですけどってこと言われるんですけど、そこはお断りしてます えっと、もちろん今までの政党政治であるならばそれをどれだけ広げられるかってことが鍵になってくるんでしょうけど逆に言えばその今の、えー、全国の議会に対してもう一つしがらみを持ち込むようなことをやるよりかは私はもう例えば無所属ですか無所属でいい仕事をする人を応援していきながらで、えっと、なんだろうなそういうしがらみなくあのなんだろういいものにはいい。 ダメなものにはダメっだいう,ような,なんだ小回りが効くようなあの活動をしていただきたいなっていうふうに思いますで、えー、そういう方とどう連携していくかってことですけどまあえっ、ー、とどう連携していくか、うん、連携して、うん、ポスト貼ってもらいます <laughs> ええー、<laughs> ポスト貼ってもらいます <laughs> であのもちろんなんだろう、えー、とその全国回ってるような中で、えー、とまたそのそれぞれの 土地にお邪魔する時とかに人とつないでもらったりとか何かおそらくその全国を回っていくうちにいい候補者になりそうな人いますとかっていう話にもなっていくだろうしで今地方にはこういう課題があるんですとかっていうこともあのね教えてもらえるきっかけになるだろうしそこら辺をガチガチになんかこう組織で縛るよりかはそういう自由なあの関係性の方がいいだろうなというふうに思ってますすみませんなんか明確なビジョンというものでもないんですけれどもえ次の方いらっしゃいますか はいえー、最後はお二人ですね、男性でした、えー、メガネをかけたお二人です今日はありがとうございました、えっとまあ、政治文化を作るとか、変えるとか、えっと、育てるっていうことに対してどうしたらいいかっていうところで、えっと、今はもう人知主義っていうのがもう、まん延しとって、法治主義がどんどん壊れていって、政治がまあ行き詰まって、アップデートされてないまんまで、えっと、まあグローバリズムとかがどんどんなってしまって、人、物、金が交換可能で。 消費費、とか浪費人間すら消費とか浪費されてしまうとで無法とか無規範とか無地図帳とかそういうのがどんどんなってきてえっとまあ文化的になんかあの白を黒といったり黒が白になったりとか。 どう,どういうふうにこの文化を変えていったらいいのかコミュニケーションの問題だとか、まあ、言葉の問題だとか、まあ、マインドの問題だとかあの意識とか意図とかの認知とか認識とかど,どう変えていったらいいのかっていうのを教えてほしいとか高度経済成長期みんなが結構多くの方々が結構上向いててこう収入もだんだん上がってきてみたいな時になんか今みたいなこう息苦しい状態でしたかね。 自己責任だみたいなことをなん,かいなんかこうなんだろう空気の中でこう分からせるみたいなこう人をマウンティングしてみたいな状況ってあったんですかね先輩方バブルの時ってそんな状態でしたかですよねやっぱり世の中が貧しくなっていくとそういうような状況になっていくんだろうとだからだからこそ人々の生活を底上げすることによって一人一人に心の余裕を持ってもらうっていうような あの状況にしなななきゃなんないだって自分の生活精一杯でもう朝から晩まで働いて家帰って政治の話なんやろうなと思って見ませんよそれもうほに休みたいちょっとやめてその話っていう勘弁してっていうことだと思うんですよやはり一人一人の生活やっぱり底上げしていくだって最低賃金いくらですかねえっ、ー、とこちらは850円 円すみません、下調べしてこなくて、えっと、私たち時給1500円にしたいってことを言ってます、でそれを政府の保障でやるんだと、だって消費税をなくした上でで、えー、法人税を累進課税にした時点で、この両方は、これ、中小零細に対して、大減税ですからね、だとしたら、中小零細でさえも、今払ってる賃金よりも多めに払えるはずでしょってことなんですよ。 でそれ儲かってる企業と儲かってない企業とどうやって賃金を分けるんですかって言ってますけど、何言ってるんですかって話ですよ。国税っているでしょって、税務署って怖いでしょって話なんですよ。見ようと思ったらなんぼでも見れんですよって話ですね。マイナンバーだって通してるんでしょって話ですよ。私はマイナンバー反対ですよ。どうして反対かって言ったら、いろんな個人情報を紐付けてっていうことをやるから危険なんですよ。一つっていうことで その資産状況を確認するためのマイナンバーで限定されるならば私はやってもいいと思ってますこれが複数になるから危険情報量への危険があるし逆に言ったら国家に情報を盗まれるんじゃないかっていうのはな思いにもなる,けなるだろうけどごめん懐のくわっていうことです、ね、懐の除かれたってないもんはないぞっていう人といやそれは困るわっていう人といるでしょ それ困るわというところにじゃあちょっとごめんもうちょっと出してもらわれへんかなっていう話し合いをしてくれるのが国税であったり税務署であるのかなと思うんですよねまあ税金っていうものを完全に財源これしかないっていう話になるんだったらそういうようなこともしていかなきゃなんないだろうとは思ってますで話戻ると、えー、1500円そりゃ無理だよって話もありますだからこそ消費税重荷になってるものを下ろしてもらってでもう一つはその法人税の累進性を強めることによって、えー、身の丈に合う いうようよなだとするならば、私は今払ってる賃金よりも上乗せできると思います、上乗せ,でき上乗せした分で足りない部分、国出すよっていう話にして、で816円、八円、一八八818で計算して月いくらになるかってことですよね、計算できません。 <laughs> 早めに言うといたよかった、そしたらさっさと、でも先ほど、手取りで、えー、と介護のお仕事されてる方が13万円ぐらいだという話をされてましたよね、うん、でも、えー、と時給1500円でおそらく24万円ぐらいのが感じになるのかな、24万円ぐらい、まあ、こっちのハローワークとかちょっと覗いてないので、どれぐらいもらえるのかっていうのが、ちょっといまいち分かりづらいですけれども、でも少なくとも今よりも使えるお金は増えるってことですね。 使えるお金が増えるっていうような底上げをすることによって何が生まれるかっつったら当然衰退するしかなかったっていうところに対してお金が回るっていうような状況になるわけですよねってみんな外に食べに行くっていうようなところでチェーン店ができたりとかしてもう諦めててもう店やめるわみたいなでもそんなに衰退してるように見えへんかったなバスの中からはどうですか香川はこの町の周辺ではそんな感じはないあんまりないやっぱりそんなこともない あそうですかませし,してますか四国の中では結構マシなように見えるんですけどね、そうですよね、アーケードひどいですか、あとで歩いてみたいと思います、<laughs> なるほど、ありがとうございます、まあ、一番は何かといったら、地元の人たちが商売続けられるような状況じゃないっていうようなことが、おそらくここから先、進行していくでしょう、でそれだけじゃなくて、チェーン店が来たりとかして、チェーン店も最終的には撤退しなきゃいけないような状況になっていくでしょうってことですね、これ、なんとかして食い止めなきゃだめだってことなんですね。だって どこの地方都市にも力がありますっていう状態を作らなきゃこれ日本の国力に関わることですからみんなが地元でお金を回せるっていうところをあの担保していかないとおそらくデフ,レからデフレからも脱却できないどころかもし大きな災害があった時に東京がアウトになっちゃったみたいな分かんないですよねこればっかりはどういう形で30年以内に大,大規模な地震がいろんなところで起こるっていうような中で。 日本をコントロールできるっていう都市が限られてるってことになったとしたら、これ、リスクですよね、安全保障上、東京が危ういことになったとしても、青森でもできるし、鹿児島でもできるし、島根でもできるし、ここでもできるよっていうような形にするのが、本当の安全保障であろうと、そのためには地方経済は衰退させちゃいけないってことですね、最低限やっぱり底上げしておかなきゃダメだめだということも考えたら、私は1500円。 国が保障するってことは必要だし、人々の経済活動ってものを地元で最低限、今よりも盛り上げるっていうことをやるだけじゃなく、そのような安全保障の観点からも、最低賃金を上げていくべきだろうというふうに考えてます。えーっとまあ、そういうようなことがあったとしたら、私は、なんだろうな、今よりも少し余裕が出てくる、やっぱり人のね、うん、その、そうですね、マインドですね。うん っていいうう部分が絶対必要ななんだろうなと思いますこれ貧しくなればなるほどやっぱり人の足引っ張らないと自分の存在価値認めてもらえないみたいな世界でしょだって生きてる価値を自分で見つけあの証明しなきゃだめなんですよ生きてていいと思ってんのっていうような社会の中で生きてていいんだって思わせなきゃだめなんですよ愛が足らない社会だからそれが極まると何が出てくるかっつったら相模原事件みたいになるんでしょって 自分に価値があるように見せるために価値がないとされるこの国の財政破綻とかを考えた時にこれはコストだろうと思われるようなものたちに対して命を奪いに行くってことでしょその人の判断で価値がないと判断してってことですね極まれば何になるかっつったらそんな社会になっていくってことですよね私はそう思ってますあの実際にそれをだからこそ自分はこれぐらいなんだろうな 国に貢献してるんだってことでするんだっていう気持ちを持って衆議院議長の皇帝の前とか行ってるわけですよね土下座したりとか手紙出したりとかってことですよね非常に人間の生産性っていう部分で価値を測るっていう社会は本当に危険だなと思ってますそれを変えたいそのためには人々の生活の底上げをすることが一番重要でありみんなに政治を考えてもらえるぐらいの少しの隙間を開けるためのきっかけとしてそういうことから 始めていくしかないというふうに思ってます。ありがとうございます。最後言いましたね。最後の方、はい、後ろの方でしたよね。あ、メガネの方二人いらっしゃったんですか。もう一方じゃあ分かりました。えっと申し訳ない。後ろの方三十秒でその方十五秒で行けますか。はい、すみません。あ、すみません。あの今の質問と大向に変わるんですけど。 中国や北朝鮮の工作活動についてです。あのメディアや政治家は牛耳られているのであんまり報道されていないと思うんですけれどあの拉致された日本人になりすまして工作活動を行っていたりなんか土地を買い上げて日本人を追い出して外国人しかいない街を作ったり他は、か、ま、はあ。 米軍の基地問題でなぜか外国が飛び交っていたりといろいろ不安になります。それについてどうお考えですか。ありがとうございます。ちょっとあんまり聞かないタイプのお話だったので、その米軍はなんておっしゃいました。あの米軍地が反対のデモがあるじゃないですか。それでなんか外国語はよく聞こえるらしいんですよ。朝鮮語だったり中国語だったり。そうですか。陰謀論かもしれないですけど。うん。のの取られるんじゃないかって。 乗っ取られる米軍がいな,くいなくなることによって得をする国があるので、米軍が乗ってる分、米軍が乗っ取ってる今この日本という国を次は中国などが乗っ取るんじゃないかというご心配ですか？あはい。あ、<laughs> そうですか。ありがとうございます。<laughs> まああの完全に日本は独立国家っていう状態ではないんだろうと私は思ってます。 もうアメリカのの植民地の状態であろうううというふうに思ってます一方で、中国とか北朝鮮のえっと工作活動を行っている人がどれくらいいるのかということに関しては私は知りませんで、そういう人たちが具体的にどういう活動をしているのかということに関してもえ分かりません、おそらくそこら辺は公安であったりとかっていう人たちがえっとその状況を把握してるんでしょう、把握をしてなければ、おそらくそういう人たちは存在する価値がなくなるでしょうから。 逆に言えばえっ、ー、と自分たちの価値というものを証明し続けるためにも、えー、そういうことを掘り下げていくんだろうとけれどもそういうことに関してあまり表だったニュースになったりとかしてますかね日本国内で工作を続ける政治団体は結構言ってるみたいです<ん>政治団体は結構言ってるみたいです政治団体が何を言ってるんですか幸福実現党とかがはい。あ例えばですよ幸福実現党が何をやってるんですか 幸福実現党の母体の人が許可なしにあの例を下ろしたりとかして代わりに喋ってるっていうのは知ってますけど <laughs> <laughs> そうじゃなくてそういうことじゃなくてああ、はい、そうかちょっとあの僕の知らない分野で申し訳ないですただもちろんねその外国から来て何か破壊工作などを行うようなことがないようななんだろうな えー、警戒みたいなものをしなければならないのは当然だと思います、えー、その部分には同意です、ただし、それ以前に、えー、っとなんだろうな、アメリカの植民地のままでい、えー、続けようとするような、ある意味、一部の人間たちの、えー、既得権を守るようなスパイ的な存在は国会の中にいっぱいいると思います、私はね、あの国会の中にいたからということですね。 なので私なんか言われるんですよあ,のあいつは北朝鮮のスパイだみたいなこと言われるんですけどこんな目立つスパイなんて成立するかよって話ですね <laughs> あいつのバッグには何々がいるみたいなはよそのバッグ連れてこいよみたいな手伝ってほしいわいう話なんですね <laughs> 資金繰りも大変やみたいな話なんですけどね、えー、まあなのでそのなんだろう米軍基地の反対って部分に対して反対運動に外国の方がいらっしゃるっていうのは私沖縄でえー、っと なんだろう沖縄の辺野古の基地の反対とかで要は海外から韓国の人が来てこういうなんだろうな応援する横断幕を持ってきてくれたりとかっていうような交流があるっていうのはあの聞いたことがありますけれどもその、うん、なんだろうな反対,運動の、えー、っと反対運動の中に主体的にそういう海外から来た中,、えー、中国から来た人とか。 北朝鮮の人が入り込んででるとかかっていいう話は全く聞かないですねもちろん在日の方でっていう方々であの反対運動に参加されたりする方はいらっしゃるでしょうけど実際に私は現場結構な数行ってると思うんですけどねその中でもそういうような感じだったかなと思うんですけどそのあのごめんなさいお話しなされてた内容っていうのは幸福実現党のホームページ行けば分かるんですかねあ書いてますすそうですか、はい それはちょっとチェックしてみて、どういうような話なのかってことを、ごめんなさい、ちょっとストレートにいろいろ返せなくて、申し訳ないです、私はもちろんそなんだろう、日本国内で悪さを働こうとする人たちに対しては、監視は必要だと思います、でもその一方で、なんだろうな、結局、自主独立という部分からはほど遠く、日本の主権さえも売り渡そうとしているような政治に対して、やはり私はブレーキをかける必要があるだろうという視点です、すいません。 いけまますす秒で頑張りタロ、えっと、さんの基本的な姿勢をすごく応援してるんですけど1点だけあのいくらざ借金しても大丈夫っていうのが腑に落ちなくてそういう同じ理屈でどんどん無駄な公共事業をしてきてるのを見ているもんですからそういうふうにこう,うまく使われないかなというのを心配していてもう一つはそのどんどん物を売って消費するってことは環境のことを考えたらすごくマイナスのこともあるのでそことのこう折り合いをどうつけていくのかっていうのがすごく気にかかっています。 えっと、IMF 見してでその後に今日、中田さんに作ってもらった、えー、ごめん業務連絡マイクでやってごめんなさいね、えっともうでえっと、その後に、えー、っとに今日新しくできた、えー、島倉さんのやつでその後にいにそれでいいか。 そ,その後にえっと公共事業のやつやるか、公共投資のやつえー、すいません。ありがとうございます。えっとね。私が言っているその消費を喚起しなければならないっていう消費とその大量消費社会みたいな無駄な消費っていうところ無駄な消費っていうのもなんですけど、環境に悪い消費っていうのは全く話の質が違います。その消費の質消費つっても質の問題でしょ？ってことなんですね。 で要は人々が消費をしてお金を回していきながらとかっていうのはこれもう経済の普通のあり方としての説明ですからここを大量消費社会、えー、もうやりたいオッケ OK っていう話ではないってことですただ経済成長していくっていう経済成長は必ずしも環境破壊とイコールなのかそしたら私はそういう成長じゃない形もあるんだろうとだからこそアメリカでニューディールニューディールグリーンニューディールみたいな話が出てきてると日本においてもおそらくあのなんだろうなその えー、田畑とかで有給地、もう完全にもうそこで農業がされないというようなところに対しては、例えばソーラーパネル置いたりとかっていうことも、それでソーラーシェアリング的なことをやっていくってことも、私は、えー、やっていく必要があるだろうし、ですねで公共事業って一言で言ったとしても、例えばですよ、えー、っとなんだろうな、すべてが悪っていう話ではないってことです、必要なものをやっていくべきだろうと。 ただあの、本当に必要がないっていうものに関してお金が注ぎ込まれたっていう部分に関してはいかがなものかと思いますけれども日本は公共事業に対してそこまで大体にやってませんよってことなんですね必要,なあの必要な道路とかも通ってないところいっぱいあるってことですよ高速がつながってないとかそんなとこいっぱいあるってことなんですねある意味移動の自由ってものを担保されてないってことですね例えば水道の 民営化これ反対ですでも老朽化してますじゃあこれ水道のニューディール政策やろうよってことなんですね国が責任を持って水道管やるこれ公共事業ですよってことですで他にも日本の公共事業数々もう今老朽化してる部分があるこれ補修する必要ありますよねトンネルであったり橋であったりとかですねこういうものをやっていくこれ無駄かっつったら私は無駄には思わないってことですね他にも、えー、と歩道を バリアフリー化するかするっていうことに関しても公共事業ってことですねとにかく全てが絞られ続けてるのがこの国だってことなんですで公共事業イコール悪って捉えるのは少しちょっと考えた方がいいその質を見極める必要があるってことですなぜならば公共事業っていうのは一番大きくお金を広く分配するあの性質を持ってるってことですよ 当然、それに関わる企業であったりそこで雇用する人々であったりそこに関わる資材であったりとかっていう形で成長という分野に関しては一番こう反映されやすい性質を持っているってことです、ね。で、えっと、すいません、日本がどけちだ、どけちだって言ってますけど具体的にすいません、えー、1997年から2018年の22年間で政府がどれぐらい金出したかっていう伸び率を22年間で見たっていうものなんです。これ で、えー、IMF、国際通貨基金のデータで、140カ国以上の国々のデータを見て、日本はどこにいますかっていうやつです。日本どこにいるか。最下位です。最下位。政府総支出政府が出した彼のすべてってことです。その中で伸び率を見ていったときに、日本は最下位ってことです。要は投資してない国ってことです。22年間、世界で一番どけち国家。 どけち国家、登場しない者たちがリターンもらえますかってことが次、20年22年間の同じもの、140カ国以上、戦争、紛争をやっていない国々ですよ。22年間の名目 GDP の伸び率、どれぐらい成長したんその伸び率はってことですね。見たら日本どこにいるもちろん最下位なんですよ。最下位、最下位。グラフにもなってないんですよ。 要は投資をしていない、22年間投資をし続けていない国、土下地国家のナンバーワンは、一番貧乏で成長しない国になってるってことですね。あなたの生活が苦しいことを、あなたのせいにされてませんかってことです。で、これ、本当に投資した分だけ成長するんですかっていう話ですね。そうですよっていう話です。えー、ごめん、えー、っとね、あれ見して、島倉さんのやつ。 財政支出、金を出すって行為と経済成長率の関係ってものを見ていったときにどうなるかってことですね。で、これ、縦軸、GDP の成長率、横軸、財政支出の伸び率ですね。えー、とクレディ・セゾンの主任研究員の方、島倉さんって方が、えー、作成された図をお借りしました。で、えー、っと、日本、どこにいますか、ここですね。何か財政支出の伸び率が低い ばかりでなく当然そうなるから GDP の成長,率成長率も低い一方でアメリカは当然財政支出をしてるわけだから財政支出をしてるわけだからその分成長してると中国はこんなとこにいる財政支出の伸び率とねこの成長率っていうのはこういうふうな形になっていく22年間世界で最も投資をしない土下地国家のナンバーワンの日本 結果どうなったか。世界一成長しない国になった。経済成長って言葉に対して抵抗がある人は多分その順番っていう部分を入れ替えればいい。人々の生活を底上げした結果、経済成長につながっていくっていう話。目的は何か。人々の生活を底上げすること。 結果、日本の経済が成長していくってことが伴うっていう話でしかないってことなんです。話戻ると20年以上、えー、投資をしないってことでそのしわ寄せを受けたのは誰かってことですけれども当然、教育の分野でもそうってことなんですね。教育の分野から出してごめん。OECD 先進国グループとも呼ばれるときあるけれども34か国で見てみたときに教育の分野はどうですか 教育機関に対する公的財政支出、GDP 比、経済規模から見て、教育にどれぐらい金出してるって見たときに、日本どこにいる ?34 カ国。もちろん最下位。この34カ国の平均は黄色です。OECD 加盟国34カ国中、3年連続最下位。教育に最も金を出さない土下地国家。続いて、高等教育。 に対ししてて、えー、金どれぐらい出しととるるかってことを見る大学、大学院ですよね、はい、日本どこにいる最下位、はい、真ん中は黄色、はい、一番最下位で、えー、前回2015年に引き続き、北欧諸国の3分の1以下ぐらいしか金出してない、平均よりも低い最下位、当然奨学金って話になりますよ、ね、えお前ら、大学行きたいんだったら自分で払えばみたいな、家族に助けてもらえよみたいな。 で、奨学金借りるって言ったらそこに対して延滞金じゃないわ、えー、利息がついたりとかしてその利息で儲けるやつらがいたりして食いもんですね完全にこんな国崩壊しますよって話ですでお話をしてたこの公共事業って部分なんですけれども公共事業どんな状態になってるか見せてくださいありがとうございます はい、公的・固定資本形成ってものを見ればその中身が見えてくる公共事業という枠組みよりももっと大きな公共投資という部分で見てみませんかってことですね政府が作る道路などといったインフラ整備、はいえー、この表何か遠くの人見えづらいかもしれないので 94年から2016年までの間を見ています。何を見てますか公的固定資本形成の推移を見ています。で、この左側の上の方にお写真があります。誰でしょうか橋本龍太郎さん。橋本龍太郎さんの時代から小泉,し小泉さんの時代までね、これ、どんどん下がっていくんです。どんどん下がっていくんです。で、民主党政権時代に、えっ、ー、と、いろんな無駄なものをやめさせた。コンクリートから人へ、みたいな。 どや顔してるんですけど、そんなもう3兆円も減ってないですよ、多分ダだめなんですよ、これコンクリートも人もなんですよ、やらなきゃいけないのは必要なものは必要だってことなんです。で、これ、言葉にします、公的資本形成の推移、1996年から48兆円だったものが、2007年には27兆円、10年で約半減。 すすごいですよこのレベル、約半減してんだから、政府支出が、当然、経済成長しないのも当然なんですよ、一番目に見える形で成長が数字に表れる分野、そこに対して半分にしちゃった10年でってことですね、もちろん他の分野もですよ、自民党とズブズブやないかって言われてるような、噂が立つような業界でもこんなざまなっていうか、こんな目に遭ってるってことですよ、もっと怒ってくれよってことなんですよ。 土木関係業者、自民党のお尻叩けるのはあなたたちでしょって話なんです、結局この10年間の削減によって何が生まれたかって言ったら、これ、中小零細とか結構潰れてったんじゃないですかってことですよ、続けられずに、結果どうなってるかって言ったら、大きな災害起こったときに、そこから復旧する、復興するっていうときに、それに対応できる地元業者、全然数が足りてないってことですね。こうやって壊されていったってことです。 でごめん、インフラ、時間やばい、最後、最後、最後、これ、これださんと意味がなくない,ないわ、今、インフラがどうなってるかって話、すべてに対して底上げする必要があるってことです、公共事業イコール悪っていう部分ではなく、必要なものは必要だっていう話、はい、全国でインフラの修繕、急務になってます、全国約77万箇所にある橋、トンネル、道路インフラのうち、約8万箇所、 腐食ひび割れなどで5年以内に修繕が必要国土交通省の調査ではこのうち約8割が修繕に取りかかれず橋が 77.8%5 万3694箇所トンネル 63.7%282 箇所大半は地方自治体が管理するもので財政なんで進んでないって危なくないですかこれいや命かかってますよって話なんです突当然 こういうものに対してもお金は出さなきゃなんない。当然、私は移動の自由ってものは担保されなきゃいけないので、メッシングリンクってものは解消されていかなきゃいけない。道路はつなげなきゃなんないし、あと、鉄道。四国も大変じゃないですかって。北海道も大変でしょって。民営化して、あとはもう、不採算路線全部切っていくみたいなことでいいんですかってことですね。全部民間になって全部クオリティ落ちてるやんって話ですよ。 そういったユニバーサルサービス的なものには、赤字でも国がやるっていうことが、私は必要だと思ってます、そのためには財源として、税というものはあったとしても、大胆にやるときには私は、これ、新規国債の発行でやるしかない、借金いくらやっても大丈夫なんて言ってませんよ、上限があるって説明したじゃないですか、インフレ2%まではやっていいというのが、今の政府とか、世界的な判断なわけだから、そこまでは十分にやる。 消費税だけでさえも、ゼロにしたとしても1.2%か1.3%程度しかいかなかったじゃないですか。まだできる、そういう話なんです。それを今大胆にやっていかなきゃ、人々の生活の底上げ、この国に足らないもののインフラの修繕、こういったことやっていかないと、人の命なんて守れませんよねってことなんですね。そのためには、いろんな財源を使ってやっていく、そのうちの一つが国債の発行であるという。 そういう話でした。すみません、長時間にわたって、えー。もう終わりますね。はい。ありがとうございます。で、ごめんなさい。出口で私待ってますから、出口で皆さんお一人お一人に、大丈夫その時間はあんの大丈夫すみません、えー。出口で私お待ちしてます。で、ポスターあります。ぜひ持って帰っていただきたい。ありがとうございます。できればあなたのお家の壁に貼って、貼った後に別のお家の方にも、 えー、壁にも貼、えー、っていくということをぜひやっていただきたいということですねよろしくお願いします、えー、玄関あたりで、えー、ポスター、えー、お配りしていると思いますでボランティア募集してますぜひボランティア登録をしていただきたい家路に急がなければならない方はお家に帰ってかられいわ新選組のホームページを見ていただいてそこから登録していただくこともできますで LINE の交換よろしくお願いいたします LINE 交換をしていただいて 消費税5パーどうなったか、野党と同等手を組むのかなどの皆さんにお伝えをする文章も送らせていただきます。よろしくお願いします。はい。で宣伝させてください。僕にもできた国会議員本出してるんですけど売れてません。えー、今日お持ちしてます。六年間の裏話、えー、そういったものが詰まっております。参議院の六年間の裏話。続いてこれ。 去年の末に発売しました、れいわ新選組の正体ですね、中身がどんなものなのかってことが裏話満載で書いてあります、本日もお持ちしてます、お金がない方、ぜひこれとこれ、えー、お近くの図書館で注文していただけたら、ただで読めます、そして、えー、衆議院選挙に向けて立候補、えー、する方をですねまだ募集しております。えーいや 令和新選組のホームページ行っていただいてクリックしていただければ、えー、中に入って申し込むことができますこのマークが目印です、えー、現在までに1月23日時点で563名、えー、登録をしてくださっております2時発表3時発表4時発表5時発表と順番にしていきますので、えー、今からでもまだ間に合いますで、えー、お金がいるっていう話ですこの中にお金持ちいらっしゃいませんか お金持ちいらっしゃったらぜひ20億円ばかりご用意いただけると私たち次最大限の戦いができるんですけれどもなかなか20億円は難しいかもしれないとなってくるとこれどういうやり方があるだろうってことなんですねでもまあ20億は無理だけれどもまああのいろんなやり方があるだろうからえっと1万円出せるっていう大富豪が全国に20万人いれば20億円になるんですねすごい1000円出せるっていう人が200万人いたら一気に20億 まあでも1000円出すのも大変ですよ、今は。じゃあワンコインでどうだって話で、500円で。 400万人いれば20億円。ただし、これ、500円玉を400万人からもらうツアーっていうのは、多分3年ぐらいやらないと集まらないですね。これ、選挙終わってしまいます。なのであの、皆さんの周りでお金持ち、もしくは、えー、あの人、どうやら年末ジャンパー当たったみたいよみたいな噂を聞いたときには、私の方まで教えていただければ、えー、また飛んでまいりますので。で、そんなには出せないけれども、本当に。 心ばかりっていいう方ででも大,あの大歓迎でございますただし、無効になる寄付がございます、寄付が無効になるっていうことをたびたびございます、どういうケースで、あなたのご寄付が無効になる恐れがあるので、えー、気をつけてください、どういうことか、政治資金規正法により、政党への寄付は、他人名義または匿名による寄付、原則としてできません、つまり、本名いるんです。はい これまで本名ではない形でご寄付をいただき、無効になったものございました。例えば、名前なし、お役立てください、令和新選組とか、ニックネームとか、ええ、もうそういうのを書いた時点で、そのお金どこ行くかって言ったら、国庫に返さなきゃダメなんです。そのまま受け取れないんです。ルール違反になるんです。せっかくいただいたのに、返さなきゃいけない国におかしいですね。はい お名前の部分にメッセージ、ニックネームなど書いた場合、政治資金規正法上、えー、匿名や素性のわからない方からの寄付、受け取ることできない、このようなご寄付はお受けすることができず、国に返すことになります。ご寄付くださる方、あなたの本名がいるんです。はい、他にも無効になる、こんなご寄付ございます。寄付封筒への必要事項を入力、必要なんだけど記入漏れしてる、国籍。 これ日本国籍のみしかできないんです住所、職業なども未,未記入でも電話番号があったかける、もしもしっていうことでそこからその人のあぶり出しっていうのはすっごい時間かかってそこに労力が割かれてしまうという非常にパニック状態ですねもうだからこの半年間ぐらいすっごい作業だったんですうちのメンバーですね文字が不鮮明、いろんなことがございます、えー、お気をつけください、ぜひご記入くださいで。 申し込み事前に申し込みをしないまま銀行口座へ直接振り込みとかしていただくとこれもまた確認作業に時間がかかってしまうんです以前ご寄付をくださったという心優しいあなたでも新たにご寄付をくださる際にはお申し込みしてからにしてくださいっていう話なんですね。 はいというわけでしたというわけで、えー、本当に長時間すいませんねもう終わりですよ言うたときにザーっと人が流れてもう一人ぼっちになるんじゃがと思ったけどこんなにたくさんの人たちがいてくれて嬉しいというわけで、えー、長時間ありがとうございましたありがとうございました。